浅田次郎。老人が本庁からパトカーに送られて戻ってきたのは夜も更けた時刻だった。取り調べという名目で桜田門からお迎えが来たのはいいものの、一体どこでどれほど飲んだものか。老人は足元もおぼつかぬほど酔っている。当直の看守たちは腰紐の端を持った当藩の刑事に非難がましい目を向けた。よう担当さん、すまねえが酔いざましの渋茶を一杯恵んでくれろ。少し冷ました方がいいな。いや、今日だけは仮眠室で寝てくれって言ったんだが、とっつぁんどうしても聞かないんだ。せっかくパクられたんだから中で寝るって。わっぱもかけろ、猿回しもしろってよ。なんて言おうがや、旦那。いや、別扱いはしねってのが所長さんとの約束で。料亭長も猿回しも当たりめえ。仮眠室とかでお前さんらと枕を並べて寝るなんざ、とんでもねえ。しかし、とっつぁん、いくらなんだってそのまま中に入れるわけにはいかないよ。せめてここで一眠りしてくれ。な、そうしてくれよ。がまったまでござんせんね。いや、なおにね、俺は昔からそう酒は強い方じゃねえや。二合も飲めやすっかり出来上がっちまうが、その分冷めるのも早いんで。まったく、いかに捜査協力とはいえ、とっつぁんのわがままに付き合わなきゃならない俺たちの身にもなってくれよ。やめてくれよ旦那。こっちとら迷惑も茶番も承知の上で、若い自分にさんざ世話になったこいつの肌触りが懐かしくって、所長さんに水凶な無理を聞いてもらってんだぜ。何でも本庁の旦那方は俺の話を頼りに防犯のなんとやらまでお作りになるそうで、手間ちんだとお前や多少のわがままに付き合ってくだすってもようござんしょう。防犯マニュアルを作るんだそうだ。それで今日一日インタビューをしてお礼に銀座へ繰り出したんだと。やってらんねえよな。で、パートで所轄まで送ってわっぱかけて腰紐でくくっておやすみなさいかよ。おいおい、とっつぁん、いくらなんだって冗談が過ぎやしないか。こっちは歳末の特別警戒で猫の手も借りたいぐらいなんだぞ。ええ、わかってやさ。だが、旦那方が夜に火をついで働かにゃならねえのも、元を正しゃ世間に盗人が多いからでござんしょ。俺の話が役に立つくりゃ、少しは旦那方のお仕事も楽になるってもんでさ。そらまあ、そうだろうけどな。廊下を靴音が近づいてきた。保安係の刑事に腰紐を握られて、背広姿の若い男が監守室に入ってきた。ふてくされた表情で老人を睨み、監守に言われてネクタイとベルトを外す。机の上に並べられた私物を確認してから、男は領地品の帳面に死因を押した。天切松は若い監守に耳打ちした。いっぱいしの悪人を気取って嫌がるが、初犯だね、あれや。そうかな。結構離れしてるように見えるけど、どこでわかるんだ。豚箱のもっそう飯を食い慣れた野郎なら、ああいう白き直った態度はいたしませんよ。まず旦那方に、お世話になりますとか、なんとか、お愛想の一つも言いますわ。それに、慣れたやつなら、ネクタイもベルトもとっとと外しますわ。長いものは何でも預けなきゃならねえっていう当たり前のことさえ知らねえんだから。慣れねえどころか初犯でしょうよ。どうもこの頃は、ああいう程度ばかりでけえやつが多い。
素人が闇雲に悪さをするて、うわぁ、嫌な世の中だね。男は創建係の看守にズボンと下着を膝まで下ろされた。正規を見分され、後ろ向きになって尻を調べられる。廊下を挟んで目のあった途端、男はうなるように言った。偽物じゃねえんだぞ、主人。こいつは伊勢のいい兄さんだ。あて、パクられて胸張るほどの看板を背負ってる風には見えねえが、兄さん、一体何をおやんなすった？なんでてめえにそんなことまで言わなきゃならねえんだよ。ふざけるな。構うなよ、とっつぁん。いやね、所長さんに言われてるんで、身の程知らずがいたら説教の一つもしてくれろって。チャーシュー麺だよ。チャーシュー麺、うん、なんですそいつは。この頃の不調はどうもわからねえ、うん、つまり昔風に言うならゼゲンだな。外人バーに不法滞在の女を斡旋してやがるんだ。ってことは、売春防止法違反でござんすかい？なら、大した面倒もありますね。一泊二日で小便しに来たようなもんで。そうはいかないよ。こんな連中は、叩けばいくらだって誇りが出る。まったく、この忙しい時に、何が面倒だってこんなに面倒な話じゃないんだ。女たちもいっぺんに10人繋いできて、言葉が通じないからてんやわんやの騒ぎだよ。へえ、道理で今しがたデカ部屋が想像しいと思うや。なるほど、ご苦労な子ですね。で、その女どもはどうなるんです？今日のところは非門屋か本庁に泊めて、あとは入管に引き渡すんだな。そいつは、なんとも気の毒な子って。なるほど。ゼゲンね。なんだよ、ジジイ。勝手なことばかりぐだぐだ言いやがって。すまねえが、旦那。その兄さんも相当に酒が入ってるようだ。酔いざましの番茶でも一つ振る舞ってもらえねえか。誰が指図するでもなく、ストーブを挟んだ向かいに椅子が置かれた。若い看守が沸き立った夜間を手に取ると、人々は自然に老人を囲む形になった。とっつぁんの説教なら、まあ仕事のうちだな。こうしてみると、おめえさんのやってることは確かに世間かもしれねえが、さほど血も涙もねえ悪人面には見えねえがな。大きなお世話だ。まあ聞きねえ。おめえも世間の端くるなら、まんざらためにならねえ話でもあるめ。ここにいる旦那方も世間の何のと口じゃ言ってみても、まさか本物の使徒会ってえのを見たわけじゃありますめ。だがよ、俺はその昔、血も涙もねえゼゲンってやつをこの目でたんと見たんだ。そりゃあもう、興味の差別だのなんて言葉なんぞ草くらいの悪い時代の話だがよ。男は成り行きで椅子に座り、湯飲みを受け取った。立ち上る湯気に目を細めながら、天切り松はとつとつと話し始めた。車坂の長屋の傾いた歌舞伎門にもたれて、その男はじっと父の帰りを待っていた。巻きタバコを象牙の吸い口に立て、長いままもみ消してはまた一本を刺す。そうかといって別段イラついている風はなく、
陰険な金壺眼をぼんやりと花が隅の上野の山に向けていた。まるでうららかな春の日をそうして楽しんででもいるように。朝早く父は髪結いに行くと言って姉の手を引いて出て行った。あるはずもないことである。一つ布団の中で松蔵に背を向けて、姉は夜通し泣いていた。父と入れ替わりにその男がやってきたのだ。村田平蔵さんのお宅はこちらですかね。お父ちゃんは髪結いに行った。そうですか。散髪じゃなくてお姉さんのおめかしだね。ならちょいと表で待たせてもらうよ。男は洋服の上に肩掛けのついた黒い外套を着、取り打ち帽をかぶり、汚れたマスクをかけていた。借金取りなら決まって上がりの町に座り込むはずだが、男は象牙の吸い口にタバコを一本つけたなり、外に出て行った。そして、路地に面した歌舞伎門に寄りかかって、父の帰りを待ち始めたのだった。大家のおかみさんが不安げに引き戸を開けた。松坊、あの人誰だい？知らねえよ。お父ちゃん訪ねてきた。平さん、どこ行ったの？姉ちゃん連れて髪結いに行ったけど。まったく、おっかちゃんの四十九日も済まないうちに。どうしようもない極潰しだよね、あんたの親父は。ごめんなさい。私が謝られるような筋合いじゃないさ。大方姉妹にはこんなことになるんじゃないかって気をもんでたんだが。はあ、やれやれ。しのさんも死んだって死にきれまい。あ、さよちゃん、いくつになるんだい？13だ。おいらと4つ違う。なら、工場にでもどこでも働き口はあろうが。姉ちゃん、女工になるんか？それならいいんだけど、どうもあの男は普通じゃない。ずっと千にも一度来たことがあるんだがね。含みのある言葉を残して、おかみさんは帰ってしまった。男は相変わらず、ぼんやりとタバコをふかしながら山を見つめていた。街灯の前を外して懐中時計を取り出し、慌てる風もなく時間を見て、それから真っ黒な色眼鏡をかけた。言われてみれば、確かにまともな家業には見えない。タバコの吸い方といい、風体といい、金回りは良さそうなのだが、堅気とは思えぬ様子の悪さが感じられた。松蔵はいても立ってもおられぬ気分になった。裏の縁側に風呂敷にくるんでおいたままの母の骨箱が恐ろしく思えて、松蔵は表に出た。母の死んでも死にきれぬような悪いことが姉の身の上に起こっている。牢石でへのへのもへじと書きながら、松蔵はそれとなく井戸端の女たちの潜み声に耳を澄ませた。まったく平さんのろくでなし。さよちゃん器量よしだからね。学校もろくに行かせないで、松坊だってほら。世間だよ、あれ。よしなよ、松坊に聞こえる。松坊、もう学校始まってるんじゃないのかい？松蔵は聞こえぬふりをした。先生が新しい教科書を持って訪ねてくるまで行くことはねえと、父は言っていた。それがどんなに卑屈な考えかは、松蔵にもよくわかっている。気の毒だよね、いい子なのに。おっかさんも浮かばれない。知ってるかい？お骨だって売っちゃったママだってさ。よしなよ。おせっかいはしっこなし。別に義理もないしね。井戸端の女たちは洗濯物を放り出したまま、まるで関わりを避けるように消えてしまった。世間という言葉の意味を松蔵は知らない。ただ、子供には聞かせられないような悪い家業の人間である、ということは分かった。松蔵は石畳の上に、世間と書いた。日本語なのか横文字なのかは知らないが、なんとも嫌な響きの言葉だ。ふと、黒い影が手元を覆ったと思うと、磨き上げられた革靴が世間の字を踏みつぶした。遅いじゃねえか。髪結いってどこにあるんだ？知らねえよ。姉ちゃん、髪結いなんて言ったことねえもん。お袋は？お母ちゃんは死んじまった。生きてた千にだって髪結いなんざ言ったことはねえ。あの野郎、気遅れしたわけじゃあるめえな。気遅れって。
こんな長屋に育ったところで、いずれにせ貧乏人の嫁になって、一生食うや食わずで暮らすばかりだから。いっそ、綺麗なベベ着て、仕出しのデーのものでもたらふく食ってよ。それの方がいくらかマシだろうって。おめえの親父は腹を決めたんだがな。姉は里子に出されるのだろうと松蔵は思った。綺麗ななりをしてうまいものを食って。姉にとってそうなることはさぞ幸せだろうが、今日を限りに姉がどこかへ行ってしまうのかと思うと、松蔵は無性に悲しくなった。父の姿を見た途端、男は急に笑顔を繕い、商人のように助才ない物腰になった。一方の父の表情はいつになく硬い。歌舞伎門の下で端折っていた着物の裾を下ろし、深々と頭を下げる。いや、帰ってきやがった。おさよ、しゃんとしねえかい。もうお迎えが来ていなさるよ。こりゃ噂通りのべっぴんだ。村田さんも高校な娘さんをお持ちになって幸せですね。まず姉ちゃんと遊んでろ。しばらく会えなくなるからな。お会いそういう男の背を押して、井戸端の 女たちの視線を気にしながら、父は破れ戸を閉めた。戸惑う松蔵の袖を引いて、姉は日だまりにしゃがみ込んだ。台所の格子窓の下に体を押し込むようにして膝を抱え、二人はしばらくの間、どぶ板の隙間を流れる水を見つめていた。一皮目のまぶたに、薄赤く日が透けていた。遠目を使いながら、しきりに長いまつげをしばたたかせる癖は、死んだ母と同じだ。お前、明日から学校に行きな。お父ちゃんが、先生か役場の人がそう言ってくるまで、行くなって。お父ちゃんとは昨夜約束したから、お前には鉛筆も帳面も新しいのを一揃え買ってやるって。先みたいに給食の残りだって持って帰ってこなくてもいいんだよ。姉ちゃんもお母ちゃんも、もういないんだから。姉ちゃん、どっか行くんか？なあ、姉ちゃん、どっか行っちまうんか？おいらとお父ちゃんと二人きりになっちまったら、誰が飯炊くんだよ！そんなの、お父ちゃんがちゃんとやるさ。うちはトンビが鷹を産んだんだから、私は器量よしで、お前は頭がいいんだ。だから私はお女郎に上がってね、お前は中学まで行かせて、丸の内のビルジングの勤め人にすんだって。お父ちゃん、そう言ってたから。お女郎って？よくは知らない。綺麗な着物を着て、お酌をしてりゃいいって。へえ、じゃあ、いつもと同じじゃねえか。着物が綺麗になるだけだね。でも、まだちっちゃいからね。当分の間は雑巾掛けをしたり、お看板をしてりゃいいって。千円ってのは、そりゃまあ、豪気なこったが、250円を鼻から跳ねるってのは、ちょいと下せませんね。格子窓から、父と男のやりとりが聞こえてきた。男はボソボソと声を潜めているが、父は辺りをはばからず、むしろわざと隣近所に聞こえよがしの大声を張り上げている。松蔵とおさえは同時にぎょっと顔を上げた。千円だの、250円だのとは想像を超えた大金である。一体父は何の話をしているのだろう。そうは言ったって、通り相場でございますよ、村田さん。ご存知でしょうが、中も千年の大火事で丸焼きになっていれ、建前だ、なんだと物入りで、小棚中棚じゃ満足な銭をかしこむことだってままならないんです。千円の銭をポンと出すな。角エビほどの大まがきだからこそできることですよ。いや、出すの出さねえのじゃなくって、その250円を跳ねるっていうのが。だから、その書き付けにある通り、私の手間なんてぶっちゃけた話、たったの50円しかいただいちゃいません。大方は着物代と利息の前付けと、角エビを修繕してくれた聞き手茶屋の手間、それにやり手ばばあや牛太郎への心づけを勘定に入れますとね、下手すりゃ私の持ち出しです。不服だって言うんなら、村田さん、
私の方じゃこの話は水にしたって一向に構いませんがね。どうなさいます？いや、いえね、古市さん。別に了見できねえってごねてるわけじゃねえんですよ。ほら、こっちもあの通り、女房に死なれて供養の一つもできねえありさまですから。もうそこいらをなんとか組んで。そりゃあんた、そっちの都合でしょうがね。めったな。そっちの都合っていや、まあそうにちげえねえけど。死んだかかあにしてみりゃ腹を痛めた娘の代金ですからね。そこをも少しなんとか、ね。しのごの言うんならおやめなさい。宝石工場にでも出して、100や200の銭を引いたって、あんたの身の回りを始末するのがせいぜいでしょうが。そんなもの、右から左で消えちまうんじゃないですかね。供養の何のと綺麗事を言うんなら、あんたも花から、半畜な遊びはしないことでしょうが。え？ごもっともで。うつむいたままじっと耳をそば立てていた姉は、母の話になった途端、手を両目に当てて泣き出した。優しいが気丈な姉だった。母が死んだ時にも、唇を引き結んで泣かなかった姉が、声をしゃくって泣いていた。姉ちゃん？お前？ちゃんと学校に行っとくれ。中学にも行って、丸の内の勤め人になって、姉ちゃんを迎えに来ておくれよ。お父ちゃんはあんなこと言ったって、ここ潰しには違いないんだから。きっと先だの爆撃だのって、無駄なお金を使っちまうに決まってる。だからお前からも頭を下げて、学校だけは行かせてもらえな。ね。そうしとくれ。泣きながら諭す姉の物言いは、母とそっくりだった。松蔵には姉の泣く理由がわからなかった。綺麗な着物を着て、毎晩父にそうするように、勘をつけ釈をすることが、なぜそれほど悲しいのだろうと思った。あの人、千円もくれるって言ってるよ。あの人、誰なの？あいつは、ゼゲンさ。ゼゲン？人買いだよ。姉ちゃん売られちまうか？そうだよ。千円でお女郎に売られちまうんだ。お女郎って本当にお酌する人のことか？お酌するばかりじゃない。男の人に買われるんだよ。世間に買われてまた別の男に買われるんか？おいらよくわかんねえ。そんなのわからなくていいよ。私もよくわからないんだから。さあ、おさよ、出かけるぞ。あ、何メソメソしてやがる。明日から綺麗なベベ来て、うめえもの食って、男で優し爪出世の門出だってのに、泣くバカがいるか？ほら、中へ入って、おっかちゃんにさいならしてけ。話がまとまったのだろう。姉は立ち上がって涙を拭い、花曇りの白い空を見上げた。生まれ育った長屋の田舎を名残惜しげに見渡すと、上野の山から風に運ばれてきた桜の花のひとひらを透けるような白い小さな手にそっと受け止めた。夢に見るんで、桃割れに酔い上げたおでこが丸くって鼻がちょこんと上を向いていてな、あんな器量よしは興味のおませな娘の中にもそうそういやしねえや。世が世なら、いや、あの悪い時代にだってもうそっとマシな親を持っていたら、黙っていたって玉の腰の一つや二つ。
姉貴を買ったその男はな、人買いのやだといや、中に知らねえ者のいねえ腕利きだった。6000余件を灰にしたて、明治44年の大火の後ですっかり手の足らなくなったおじょろうを、須崎遊郭から50人も引っこ抜いて名を挙げたてことだった。聞くところによれや、おめえさんらは海の向こうから肌色の違う娘を連れてきなさるそうだが、古市弥太郎は小兵ヶ滝の須崎から朝向こう島の深川の手しだり妻を取った姉さんにせ、口先一つ腹一つでお歯黒毒を渡らせたんだ。下手を打ったところでこうして札にあげられるばかりのやわな仕事じゃねえ。地回りのヤクザ者と荒くれの牛太郎を敵に回しての命のかかった世間稼業。そりゃあ印中の往来ですれ違ったってぞっと背筋のすくむような気味の悪い男だったぜ。で、姉さんは連れて行かれたのか、その弥太郎って人かいに。忘れもしねえ。姉貴は長えこと仏壇も線香もねえお袋の骨箱に向かって手を合わせてな。お父ちゃん、私は仰せの通り売られていきますが、ついては二つばかり娘の願いを聞いておくれな。まずこのお骨は寺に持って行って十分な供養をしておくれ。もう一つ、松子をちゃんと学校に通わせてモダンな勤め人にしておくれ。それさえやってくれるんなら、私は金輪際親兄弟の縁を絶って二度と再びこの家の敷居はまたぎません。よろしくお願いいたします。嫁入りする娘でもあるめえに三つ指ついてそう言った。それから弥太郎がさあさあとせき立てるのをちょいと待っておくんなさいと、お袋の骨箱を開け胸に下げた岸母人のお守り袋の中に小さな骨を入れたっけ。表には生暖けえ腐った風が俺っちの貧乏を笑うように吹いていやがった。こう山から落ちてきた桜の花がぐるぐると渦を巻いてよ、古式一つ抱えて首都会に連れられていく足元からまるで花の鎖みてえに姉貴の体を踏んじばって見えたものさ。辻に立って振り返り、姉貴は俺に向かってこう言った。いいかい、松、しっかり学問してお堅い勤め人になるんだよ。間違ったって化け生き討ちになったり盗っ人になったりするんじゃないよ。姉貴は一冬を北切りで過ごした人右衛門の首をぐいと突き出して金切り声でそう言った。説教かよ、じいさん。や、そうじゃねえや。年寄りの愚痴だぜ。先を聞きたくなぐりゃ、とっとと中に入りな。説教がましいことを一つだけ言わしてもらえんなら、売り返されるもんの気持ちてえのは、今にせえ昔にせえ海の向こうにせえ同じことじゃねえのかい。世間てえのはそんな女心を見ざる聞かざるで銭儲けをする人でなしのこったが、どうも兄さんはそれほどまでに垢抜けた悪党たあめえねえがな。で、その先はどうなったんだ。
ああ、続きを聞いてくれっか。物語ってな便利なもんで、話は何年も飛ばさせてもらう。いや、何も横着するわけじゃねえんだぜ。姉貴の売られたその夏に、俺は抜け弁天の安吉亭盗っ人の親分に預けられた。いや、てよく売り飛ばされたんだ。じいさん、泥棒か。あいよ、この通り、兄さんと同じ道場を踏んで、わっぱを打たれた猿回し。そんなことはどうだっていいが、ともあれ、おら、夜に火をついでの盗っ人稼業。姉貴の身の上なんざ、思ったところでどうすることもできねえ、部屋住みの小僧さ。2年が経ち、3年が経ち、ようよう数えて13になったおいらが、花も盛りの上野の山に浮かれてて、一平期限でぼんやりと、東の空を眺めていたと思いねえ。あの自分、聖郷さんの足元から、観音堂や12階、吉原の大間垣まではるばると、手に取るように見渡せたもんだった。本郷菊坂の諸生常の下宿まで使いに出た帰り、松蔵は池の旗をめぐって花見客でにぎわう上野の山に登った。長袖の襦袢の上に島の合わせを置き、ぶかぶかの鳥打ち帽をかぶった商家の小僧のなりである。物欲しげな顔で縁石の脇を通りかかれば、あちこちの水客から、小僧さん寄ってらっしゃいなと呼ばれて、煮しめや卵焼きにありつくことができた。酒まで飲まされてすっかりいい気分になった松蔵は、広小路に向かって張り出した西郷隆盛の銅像の下でしばらく酔いを覚ました。浅草寺の本堂が見えた。時々エイジャーニーが連れて行ってくれるロックの活動写真館、そのただ中にのっそりと立ち上がる12階、北に目を移していくと日本包みの桜を背にした一群の黒い裸がある。海原に浮かんだ軍艦のようだと松蔵は思った。不意にベンチの傍らで本を読んでいた学生服に声をかけられた。君、生まれはどこ？大学生かと思っていたのだが、顔を見合わせると同い年ほどの子供だった。田舎者と間違えられたのは心外である。松蔵は二目もなく線路を挟んだ先の生まれ故郷を指さした。こうしてみれば目と鼻の先なのに、帰る気にもならぬ下屋の家並みである。おいらはおのぼりじゃねえよ。ほら、そこいらの生まれだ。へえ、じゃあ出身は下屋小学校？そうには違いないのだが、学校には給食をもらいに行ったようなものだった。結局父は姉との約束を果たしてはくれず、尋常3年の教室も知らぬまま学校は辞めた。辞めたと言ったわけではないが、それきり行方知れずになったわけだから、辞めたことに変わりはあるまい。もっとも下屋の界隈は似た者同士の長屋ばかりで、そんな境遇の子供は少しも珍しくはないのだが。足元に青い火花を散らして試練が行き過ぎた。おめえは近くなのかよ。僕の家は桜木町、谷中小学校出たんだよ。桜木町は上野の山続きの高台である。三崎町、清水町といったそのあたりはお屋敷町で、谷中小学校の子供といえば山下の下屋小学校とはそれこそ天地の違いがあるお坊ちゃんばかりなのだった。なんだか小馬鹿にされたような気がして、松蔵は少年をにらみつけた。鍋のようなまん丸の学生帽に真新しい気象が輝いている。フライパンにぶっちげえか、お坊ちゃんだな。ぶっちげえって？縁がぶっちげえに重なってるから、おめえらのことそう呼ぶんだよ。へえ、フライパンは知ってるけど、ぶっちがいっていうのは初めて聞いたな。なるほど。
毎日ここから三田まで通った。ご苦労なこった。うぐいす谷から行かずに、今日は上野でお花見かよ。いや、僕は市電で通ってるんだ。商船は酔っちゃうから、坂本二丁目の停車場から乗って、帰りは薩摩原から浅草行きに乗って。ほら、そこで降りれば乗り換えもないんだ。いやいや、ご苦労なこったな。市電ならそうは困ないし、ゆっくり本も読めるからね。少年の名は並木幸太郎といった。与次郎の上品な顔立ちである。桜木町のお屋敷に住む士族の子か、大店の盆門に違いない。雑談を交わすうちに二人はすっかり意気投合し、どちらが言い出すともなく、まっちゃん、こうちゃんと呼び合った。同い年とはいえ、慶応の中学生とぬすっと飲みの間では立場が違いすぎるから、話はことごとくとんちんかんだったが、かえって見知らぬ世界を覗くようなやりとりが二人を親しくさせたのだった。へえ、仕立屋源氏の孫分で、あの目細の安吉の子分だって、すごいな。そんなこと誰にも一個なしだぜ。はい、これ口止め料だ。ありがとう、いただきます。烈光色の飴の中に、松蔵は下屋の胸割り長屋を透かし見た。屋根はどれものたずすように歪んでいて、実物も飴の中も大した変わりはない。ふと嫌なことを思い出して、松蔵の心は帳を落としたように暗くなった。もし父親が姉との約束を果たしていてくれたなら、まさか慶応義塾の生徒にはならぬにしろ、今頃は府立中学に通っていたかもしれない。姉はどうしているのだろうと思いとどまって、松蔵は一層暗くなった。おめ、大学まで行って丸の内の勤め人になるんだろうな。僕は跡取りだからそうはいかないんだ。跡取りって何をだ？あそこ。浅草かよ。いや、もうちょっと左の方。誰にもいい子なしだよ。君も秘密を打ち明けてくれたから僕も言うけど、うちはね、吉原の遊郭なんだ。それがなんで秘密なんだよ。だって恥ずかしいじゃないか、うちが女郎屋だなんて。学校にだって内緒なんだよ。慶応はやかましい学校だから、バレたら退校になっちゃう。じゃあどうやって入学したんだ？銀行員の子ってことにして。まざら嘘じゃないんだよ。僕のお父さんは養子で、お母さんとお見合いする前は河野池銀行に勤めていたんだから。おめんちに遊び行ってもいいか？桜木町の家じゃねえぞ、吉原の店にさ。別にいいけど。なりはきちんとしていく。府立一中の生徒ならいいだろ。うん、きっとみんな大歓迎するよ。そういう事情だから友達を家に呼ぶことができないんだ。他の中学の生徒なら構わない。今度の日曜どう？そうと決まれば、もう一度菊坂の常兄の下宿に戻らねばならなかった。事情を話して書生の服の一揃えを貸してもらおう。常兄はなんやかえと理屈っぽいが、筋を通せば必ず力になってくれる。第一、当の本人が帝国大学の偽学生だ。ここに朝の9時だよ。幸太郎は嬉しそうに微笑みながら、花見提灯の灯り始めた雑踏の中を走り去っていった。さて、話は随分遠回しのようだが、実はどっこいそうとも言えねえ。考えてもみねえ。数えで12、3の子供が、生き別れの姉貴の消息を尋ねるなんてことは、ただでせえ並大抵じゃねえ。ましてや姉貴は、女子供の入れるはずのねえお歯黒どもに囲われた、出るに出られぬ籠の鳥だ。腕を振って俺が大門をくぐるには、まだし5年が早かろう。
幸太郎亭その坊ちゃんは、吉原じゃあ五本の指に入る亭大間垣、江戸町の左門次郎の一人息子だってこって、こいつは日頃、子供ながら姉貴に手を合わせてくれると、願かけた観音様のお引き合わせにちげえねえ。いやさ、恐れ入りやの岸母人の功徳だろうかいと、思わず聖子さんの足元から西へ北へと手を合わせたもんさ。まったく、てめえで言うのもなんだが、身の不幸なんざこれっぽっちも考えねえ。いじらしいガキだったぜ。桜木町の家へ行かずに、吉原の店に遊びに行くのか？ああ。こいつはちょいと言葉が足らなかったか。いや、まことに素朴な疑問ってやつでござんすね。まあ、聞いてくんね。もともと吉原の郭ってのは、誰も三層の立派なこしらえで、老子の家族も一緒くたに住んでいた。店の奥続きに、御内商邸住まいがつながっていたんだ。もっともそういうことは、俺も幸太郎に聞かされて初めて知ったことだがな。明治44年の大火で吉原が丸焼けになった後、出来のいいせがれの教育上のこともあってか、家族は上の桜木町の寮に引っ越した。だが考えてみりゃ、そもそもが昼と夜ととっちげた商売だ。親父もおふくろも吉原と桜木町を行ったり来たりの暮らしだから、小太郎のやつは左門次郎の御内商と上野の寮の二つのうちを持っていたってわけさ。さて、そんなことより差し当たっての問題は、諸生常の兄貴をどう味方にするかてこった。何せ常兄は、てめえが偽学生の大嘘つきのくせして、妙にクソ真面目なお人だった。菊坂の学生下宿にとってけえし、兄、何も言わずに、おいらを中学生に消えてくれろと言ったって、理詰めできっちり口説かにゃうんとうなずく人じゃねえ。有志のかかるふずくえで、何やら横文字の本を読みながら、常や兄は振り向きもせずこう言った。なあ、松子。おめえ不立一中の生徒に仕立てるのは、別に難しいことじゃねえ。学歴なんざ銭のあるかなしかで決まる競技にゃ、そこいらの中学生よりおめえの方がよっぽど確かなおつむをしてら、俺にしたって大手を振って帝大法科に通っていても、まさか盗っ人一味の偽学生だと疑うやつはただの一人もいやしね。要はここさ。だから松子、そうせずばならねえってわけよ。筋道立てて話してみな。おめえの言うことがもっともなら、俺だって仕立て屋一門じゃちった名の知れた諸生常だ。力にならねえわけでもねえぜ。じいさん、なんだよそいつ。もののついでに話しておかずばなるめえか。常次郎兄は一門の中でも変わりだね。能士でもなけりゃ猛者でもねえ。ピカイチのおつむに物を言わせて、東京市中の大金持ちからつむじ風のように大金をかすめとる。今で言うなら、差し詰め二係泣かせの経済犯、百面相の諸生つねた兄貴のこった。詐欺師か。まあ、そんなところでござんしょう。だが、ちょいとつつけやはぜちまう。今日のバブルとかいう連中とはわけが違いやす。常兄の目の覚めるような仕事ぶりや、おいおい、二係の旦那らの命でお話しする約束でござんすがね。さて、筋を通せと言われたおら、涙ながらにカクカクしかじかと、それまでは、愚痴にせえ言ったことのねえ兄貴のことを常兄に語って聞かせた。聞いているのかいねえのか、首っ引きで辞書を引いていなさった常兄は、皆まで語りもせぬうちにいきなりポイとペンを投げ、セルの眼鏡を外して立ち上がった。兄、まだ話は終わっちゃいねえと、おいらが諸生バカマの裾を敷けば、投げ前髪をバサリと振り上げてこう言った。そこまで聞けば話はわかる。さて、
これからひとっ走り柳原菓子の古着屋にでも出かけて、府立一中の生徒を一人こさえてこようじゃねえか。なにぼやっとしてやがる。行くぜマスコ。まあそういうわけで、小一時間の後には百面相のなじみの古着屋で、十文字がすりに香ばかま、白線帽をかぶってズックカバンを下げた一中の生徒が一丁上がりてえことになった。話を追うだけで戸惑う人々をよそに、天切松は大口を開けてゲラゲラと笑った。浅草の北里、日本堤の南に位置する吉原遊郭は、大正のその頃にも大小274軒の楼と2000人の商人を擁していた。郭は外界の日常から隔然と隔たった場所である。幅1軒のお歯黒道具で囲まれた南北150軒、東西200軒に及ぶ巨大な遊里の内側には、江戸の昔と少しも変わらぬ不思議な時間が流れていた。菊屋橋から美濃和駅に乗って仙俗町で降りればわけはないんだけど、と言いながら幸太郎は途中の乗り換えはせずに雷門で市電を降りた。日曜の人出でにぎわう仲見世を歩き、観音様の裏手の淡島神社を抜けて通りを渡ると、何度かエージャー兄に連れられて行ったことのある宮戸座の上りが見えた。僕のおじさんはね、ここの座付き役者なんだ。四代目中村円蔵。そのおじさんが芝居に凝って感動になっちゃったから、お母さんが入り向くを取ったんだよ。ほらね。幸太郎は宮戸座の前に立ち止まって、おじの名を染めた上りを自慢げに指さした。わざわざ遠回りをして雷門から歩くのは、多分この話を聞かせたかったからなのだろう。松蔵はそんな幸太郎の生粋の境遇を羨むよりも、無邪気な自慢話をする子供らしさに憧れた。そういえば、忽然と府立一中の生徒に変身して現れた松蔵をいぶかる風もない。世の中の悪行を何一つ信じない幸太郎にとって、それはどうでもいいことなのかもしれない。吉原までの道のりは遠かった。川風のせいか、まだ五分咲きの日本堤の桜の下を歩きながら、松蔵は思い切って、実の姉が吉原にいると告白した。まっちゃんがうちに遊びに来たいって言ったわけはそれなの。力になってやりたいけど、僕には何もできないよ。吉原には車が二百何十軒もあって、お女郎さんは二千人もいる。だっておめえ、左文次郎の跡取りだろ。左文次って言う吉原でも五本の指に入る大間垣だって兄貴が言ってた。君の兄さんが？いや、盗っ人の兄貴分だ。もっとも常兄は堅物だから吉原のことなんか何も知らねえんだけど。うち一軒だってお女郎は30人もいるんだ。それにご内省の子供が表の商いのことに関わってはいけないんだよ。それはわかるだろう。角エビって店知ってるか。ああ、吉原一の大店だけど。姉さん、角エビにいるの？名前は？さよ、村田さよ。そうじゃなくって、源氏名さ。郭ではね、本名なんて言ったって誰もわかりやしない。うちのお女郎さんたちも、歌川さんとか若柳さんとか小門戸さんとかね、初店の時からずっとそういう名前で呼ばれているんだ。まだ17なんだけど、もう店に出てるかな。17か。ここでは名前も変わるけど、年齢も出身地もわけがわからなくなるんだよ。お女郎さんはみんな20歳からせいぜい25の間で、ほとんどが浅草の生まれってことになっているんだ。そんなはずないよね。
例えばうちの一番売れっ子の九重太夫はものすごく綺麗な人だけど、僕の知る限りこの3年間は26のままさ。それじゃあ17の姉貴もそうとは言わねえのか。多分ね。20歳っていうお女郎さんは大抵もっと若いんだ。昔から初見世は20歳ってことになっているから。見返り柳を左に折れて門坂を下ると、じきり鋼鉄の大門が見えた。吉原は土曜の泊まり客もあらかた引けて、怖いぐらいに静まり返っている。大門からまっすぐに伸びる中野町の通りには、道の中央にまだつぼみの固い八重桜の並木が続き、両側は2階の軒に揃いの提灯をかけ連ねた引き手茶屋が立ち並んでいる。一足踏み込んで、まるで助六の舞台そのままだと松蔵は思った。しかし、しばらく歩いてそれと直角に交わる江戸町の街区に入った途端、松蔵はぎょっと立ちつくんだ。広い道の両側に、まるで空を包み隠すような感じで、3階建てのビルジングがそそり立っていたのである。どの建物も各階に石造りのベランダを巡らし、ぐいと張り出した軒先に色とりどりの提灯を下げている。普通の西洋建築の倍はありそうな高さの軒は、何か決まり事でもあるのだろうか。一直線に道の果てまでつながっていた。それぞれの建物の衣装は異なっているが、どれを見ても外界にはありえぬ奇妙な形をしていた。それが松蔵の初めて目の当たりにした廓の姿だった。中野町の並木道に6本の街路が交差し、そこからさらに複雑な路地に分かれ、274の遊郭は無数の櫓を備えた迷宮のようにぎっしりと時間と習俗の砦を築き上げているのだった。吉原とはそういうところだった。この異界の中で名前も年齢も、そしておそらく顔形も全く変わってしまっているであろう姉を探し出すことは不可能に違いなかった。幸太郎は決して意地悪を言ったわけではないと松蔵は思った。角エビって店はどこなんだよ。ほら、ずーっと向こうの京町一丁目の角に大きな時計塔が見えるだろ。あそこさ、吉原一の大店だよ。角エビの時計塔は二階屋の低い家並みが続く中野町の果てに、まるで軍艦のブリッジのようにそそり立っていた。思わず歩み出そうとする松蔵の腕を強く握って、幸太郎は遊郭の立ち並ぶ江戸町の辻に引き込んだ。ダメダメ、その格好でうろうろしていたら巡査に捕まるよ。それにいきなり角エビに行って訪ねたって牛太郎につまみ出されるだけさ。いいかいまっちゃん、こんなこと言いたくないけど、君のお姉さんは買われたんだ。幸太郎の言い方は少しも冷淡ではなかった。廓の子である幸太郎は廓のありようをすっかり理解している。自分に比べれば世の中のしがらみなど何一つ知らないはずの幸太郎が、この異界のことばかりは知り尽くしている。中野町の両側にある二階屋はみんな引き手茶屋なんだ。昔からの決まりで、お客さんは馴染みの茶屋によってね、そこから廓に送り出されることになっている。だから尋ね人どころかお客さんだって勝手に上がっちゃいけないんだよ。遅引けの泊まり客だろうか、中年の紳士が相方と老主に送られて通りすがった牢の間口から出てきた。人力車の傍らに立つ初老の女に目を向けながら、幸太郎は耳打ちをした。あれが引き手茶屋のご心臓。ああして店まで送り迎えをするんだ。上がりの七部が茶屋に戻される。あいつ昨夜お女郎と会いてきたんか、やってきたんか。当たり前じゃないか、男と女が他に何をするんだよ。男と女のすることを松蔵はよくは知らない。ただ山高帽の下のテラテラと肥えた顔が姉の唇を吸い、
ケムクジャラの体が姉の細い胸をくみしくありさまをありありと想像して、松蔵はきつく目を閉じた。客を見送った老主が行き過ぎる幸太郎に声をかけた。いやあ、左文字の坊ちゃん、お友達かい？こんにちは、三浦屋のおじさん。おや、一中の生徒さんかね？オイラン道中の見物かい？え、オイラン道中？なんだ、知らなかったのか。今日は外国の観光団が来るとかで、夕方から道中があるんだよ。うちからも出るんですか？ああ、左文字からは九重オイラン、角指からは東雲オイラン、稲本郎からは誰だっけか、多分ウコンだか時はオイラン。まあそんなことは子供にはどうだっていいがね。うまくすると姉さんに会えるかもしれないよ。オイラン道中が始まればお客さんもお女郎もみんな商売そっちのけで見物に出てくるから。角エビの蓮向かいに洋食屋があるんだ。早めに行って2階から見てよ。左文次郎は江戸町一丁目の奥深く、大間垣の立ち並ぶ中にとりわけ豪壮な石造りの間口を開いていた。桟橋から豪華客船の潜伏を見上げるように松蔵は三層の楼を眺めながら思わず声を上げた。おお、こいつはすっげえよ。評判はあんまり良くないんだよ。うちのお父さんは銀行員の頃横浜に長くいたからちょっと西洋かぶれなんだ。若いお客さんには受けがいいかもしれないけど、うちみたいな大店は上げ代も高いからそういう人たちはあんまり来ない。大火事で焼ける前からの古いお客さんはこのハイカラ趣味のおかげでよそへ移っちゃったんだ。お帰りなさいまし、ご内緒へ。坊ちゃんお帰りです。と店先の掃除をしていた人相の悪い牛太郎が頭を下げると、玄関から廊下の奥へと男衆の声が引き継がれていく。広い引き付けのあちこちで拭き掃除をしていた小女や牛太郎が皆こちらを向き直って頭を下げた。おめえ、本当にすっげえ坊ちゃんなんだな。下足番の老人が靴を整えながら松蔵の粗雑な口調にいぶかしげな目を向けた。幸太郎が慌てて肘をついた。そのおめえって言い方やめておくれよ。え、あ、いけねえ、口が滑っちまった。そうじゃないって。いけない、口が滑っちゃっただろ。いけない口が滑っちゃったか。なんだか照れるな。ね、おめえのことはなんて呼べばいいの？並木くん、または君。君かよ。参ったな。じゃあこうちゃんでいい。センさん、今さっき三浦屋のおじさんに聞いたんだけど、今日は花魁道中が出るんだってね。あれ、それでお友達をお連れになったんじゃねえんですかい？偶然なんだ。ここの絵さんが出るんだってね。へえ、坊ちゃん。タイはこれが最後の道中だってね。えらく張り切ってますわ。それに、春駒屋の親方が、おいらに八文字の所作を教えるとかで、朝っぱらからいらしてます。え？宮戸座のおじさん来てるの？ほら、まっちゃん、さっき言ったろ？四代目中村円蔵、オイラン道中の振りを太夫に教えに来てるんだってさ。坊ちゃん、春駒屋のなんのってあんまりはしゃぐと旦那さんに叱られやすぜ。また宮戸さんに行っちゃならねえってことになりやすぜ。坊ちゃんは一人っ子なんですからね。九代目の左文字を継がずに五代目演奏じゃうまかねえですよ。こっちのお友達も、うちのお坊ちゃんとお遊びになるのは結構だが、芝居見物はよしにしなぜよ。末は博士か大臣かて一中生が、大向こうで、春駒屋じゃ、うまかね。引き付けに働く人々は、皆声を殺して笑った。黄色の絨毯を敷き込んだ店内は、夢のような場所だった。
あがりや町の正面に洋酒の瓶をぎっしりと並べたバーカウンターがある。そこから左に一段上がった引き付けは、豪華な錦織の肘掛け椅子や大理石のテーブルを取っ払ってしまえば体操ででもできそうな広さで、奥には螺舎の上に覆いをかけた玉突き台が置いてあった。通りに面した長椅子に、いつ付けの客だろうか、女物の綿入れ斑点を羽織った男が背を向けてコーヒーを飲んでいる。肩に寄り添う女郎はいかにも起き抜けという感じで、化粧気がなく、髷も壊れているが、曇りガラスから差し入る光がそんな二人の姿を、ひだばりに羽を休めるつがいの小鳥のように見せていた。首都金都に埋め尽くされた引き付けを見るうちに、松蔵はたちまち時もところもわからぬ異国に迷い込んだような気分になった。さ、こっちだよ。お父さんに挨拶しておくれ。余分なことは何も言わなくていいから。座敷を覗き込んで、松蔵は仰天した。50畳もある奥の床柱の前に、芝居で見るような清掃の花魁が座っている。あれがここの枝湯だよ。はあ、すごいな。揚げ巻きみたい。ここの枝湯は確かに助六の揚げ巻き花魁そのままのきらびやかな大打ち掛け姿で、ひもうせんを敷いた将棋の上にどっしりと座っていた。二人は襖の上下に顔を並べたまま息を詰めた。道中用の打ち掛けは黒ビロードの字に暴れるよ。金糸の玉を掴んだその爪にはプラチナが、腰のあたりに朱の口を開くその目にはダイヤモンドが輝いていた。床の間の意向には衣装替えのためのものであろうか、赤字に金糸の火炎太鼓を描いた打ち掛けがもう一着、燃え立つように袖を広げてかかっている。傍らにはやはり芝居そのままの幼いカムロが煙の立つ香炉を捧げ持ってちょこんと座っていた。二人に気づいたカムロがおかっぱ頭を上げて、おっちゃんとつぶやくと、ここねおいらんはあでやかな死を入れたまぶたをほもたそうに開いた。おびただしい飾り物を施した髪を揺らさぬように口元だけで笑う。途端に松蔵は美しいというよりものすごい感じのするここねえの美貌に震え上がった。おいらんは紅を刺した小さな唇だけをわずかに動かしていった。親方、坊ちゃんおかえり。よう。金娘の陰から現れたのは、上等の紬にたすきをかけた四重絡みの男である。一目見てそうとわかるほど、男は細面で色白の役者の顔をしていた。こんにちは、おじさん。お父さんは道中の打ち合わせとかで門へ見に行ってる。おや、友達かい。こんにちは、お邪魔してます。喉を引きつらせながら松蔵はようやくの思いで言った。役者の顔には見覚えがあった。いつかエイジャーニーに連れられて宮戸座に行った時、猿之助の助六の相方を務めた役者に違いない。芝居のことはそれほど詳しくは知らないが、桃高屋の助六の向こうを張って揚げ巻き花魁を演ずるのだから、中村円蔵というこの役者は宮戸座の立御山なのだろう。そういえば円蔵の扮する揚げ巻きが八の字の歩みもあでやかに花道に現れた時、春駒屋の声に混じってサモンジと呼ぶ声が聞かれた。円蔵の実家が吉原江戸町の左文次郎であることを大向こうの芝居通は知っていたのだ。お友達はついていなさるね。こうして大打ち掛けを目の前にできるなんざ一生一度のことですよ。しかも太夫は吉原には並ぶもののね、ここの絵を選んだ。どうです、2万円の大枚はたいて白木屋に整えさした大打ち掛けに、この春駒屋が顔を描いた花魁、江戸の昔にこの店の花だったて、今に伝わる高袖も道とせも、顔色なしって出来栄えでござんしょうが。芝居がかった演奏の物言いがよほどおかしかったのか、ここの絵太夫は真っ白な手の甲を赤い唇に当てて。
天切松は話しながら、花魁の姿姿を思い返すように、うっとりと微笑んだ。今にしてもや、俺は確かについていた。その当座は、大正デモクラシーとかなんとかで、吉原は世間から害毒のように言われ始めていたんだ。これ見よがしの花魁道中なんぞやろうものなら、旧政軍やら女性解放やらが、やれ虐待だの差別だのと大騒ぎをしやがる。ましてやほどなく大震災で、花の吉原も丸つぶれ、門エビ、左文字、稲本と、大間垣三軒揃っての道中なんざ、おそらくあの晩が聖護だったんじゃあるめえか。差別のどうのって、そんな運動がもうあったのか。あんなもん別に昨日今日に始まったことじゃありやせんよ。まあ、そりゃ旦那、自由平等は結構なことでござんすよ。だが口で言う連中は、土台上路の苦しみなんざ知らぬ坊ちゃん嬢ちゃんだよ。奴らが人権がどうの差別がどうのって太鼓叩いて足抜けさせた女どもがそれからどうなったか。国に帰って真っ当な暮らしを始めた者なんぞただの一人もいやしねえ。あらかたお歯黒どぶを渡った途端世間から上路のバイタのと馬鹿にされ挙句の果てや亀井戸、玉の井の死傷窟に転げ込んで、元よりひでえ借金地獄で。わかるかい、旦那方。世の中にゃ必要悪てえものもちゃんとある。綺麗事が人を不幸にする手ざまを、おら、この目で、たんと見てめるやして。てめえのことじゃねえ。勘違いすんな。女を銭で売り買いしてヤクザどもの懐を肥やすことが必要悪であろうはずは殴ろうかい。てめえらが女どもにどんな仕打ちをしているか、大久保あたりの印中暗い顔して電話にかじりついている外人女の面見れやよくわくら。いいかやい、女を飯の種にするのは同じでも、まさか興味のてめえらに2万両の大打ち掛けを整えてあちきが天下の太夫でありんすと道中させる度量はあるめえ。はあ、男は手錠を股の間に挟んで縮こまった。老人の語りに嘘のないことを人々は話しながらはっきりと嘆きや喜びを表すその表情から感じ取っていた。時には声を詰まらせて塞ぎ込み、また不意に空の割れたような笑顔を取り戻して語り始める。老人が正確に記憶している引きこもごもの時間が話すほどに人々を虜にしていた。時代の闇に葬り去られた歴史の箱を天切松は一つずつ丁寧に紐解いていた。あの晩、しぐれとともにやってきた目の覚めるような絢爛を、俺は生涯忘れやしねえ。三層の桟敷の軒に連なった色とりどりの提灯がいっぺんに灯って、吉原田んぼの暮れ夜空をぐいと押し上げる。するてえと、印中には派手なばかりでちっとも興をそそらなかった金銀朱黒の飾り物が、まるで風呂敷を解いたみてえにギラギラと輝き出しやがった。しがしは縁故から日本包みを抜けて大門をくぐろうて客が、西は専属の停車場で市電を降りた男どもがワイワイガヤガヤとアリンコみてえになだれ込む。待ってましたと目抜きに並んだ茶屋からは敷き手のババアがしゃしゃり出て右へ左へ袖を引く。あたりはたちまちスケロクの武帝さながらの花の吉原中野町だ。こいつは客の収まりきらぬうち人探しをせずばならねえ。流行る気持ちは山々だが、あたりの空気に気をされて出るに出られぬご内証。そうこうするうち、はしご団の下じゃちょんと一丁の木が入り、左文次郎の金看板九重太夫の道中お出ましだ。さてどうすると思案に暮れているところへ、宝刀役者の粋な計らい。
いよー、河野寺。そっちの一中さんも、こいつを羽織って帽子を脱いで、裏の羽橋から中野町へと回るがいい。道中の見どころは、左文字角エビ稲本の花魁が八の字切って寄り集い、ようこそおいでくださんしと、三人揃って身を切る京町の角で。さあ、堅物の親父さんに見とがめられりゃ足止めだぜ。春子山の親方は、左文字の門の兵ってハッピーをポイッと俺っちに投げてよこした。そうと決まりゃ善は急げ、入り客の出女の仕出しの台の門の芸者の奉還のとごったゲース周り廊下を走り抜けた俺っちが勝手を開けておはぐろ毒にするすると戸板の羽根橋を引き下ろしたと思いねえ。天切り松はストーブの炎に頬をそべて少年のような顔で話し出した。おばさん、上でおいらのうちを見せてくれよ。京町の角の洋食屋に駆け込むなり、孝太郎は厨房を覗き込んでいった。威勢のいい洋食屋のおかみは、あいよ、と泡のあふれるラムネを二人に渡した。開け放たれた勝手口を出て、路地の板壁に作り付けられた細い階段を登ると、屋根をまたぐ物干し台に出た。そこは、夜空を押し上げる吉原の明かりの中心だった。物干しの手すりに腰掛け、屋根の形を隠す四角の化粧壁から身を乗り出す。京町の十文字を隔てた蓮向かいに時計塔をいただいた角エビ本楼がそそり立っていた。提灯をかけ並べた三層のベランダに打ち掛けの清掃を凝らした女たちが出ていた。どれも六六首のような白い顔を手すりから伸ばして道中見物の客にひしめく京町の十文字を見下ろしている。よーく見るんだよ、まっちゃん。あのなりじゃみんな同じ顔に見えるだろうけど。細面持ってて、色白で、鼻がツンと上を向いてんだ。口元にほくろがある。そんなのわかんないよ。あれ違うかい？ほら、3階の左から2番目の部屋。孝太郎の指さした女は、確かに若く見えるが姉ではない。ただ、13で人買いに買われて、4年余りをこの町で過ごした姉が、一体どのくらい様変わりをしているのか。松蔵にも全く想像はつかなかった。背丈は？わからねえよ。親父はひょろりとしていたけど、お袋はチビだったんだ。おいらはお袋に似ちまってご覧の通りだけど。角指の甲欄には、どう探しても姉らしい姿は見当たらなかった。八重桜の並木の右側を、提灯をかざし、藤色の傘を差した道中がゆっくりと近づいてきた。道中を通りです！角町稲本郎時は花魁！喝采が沸き起こった。少し遅れて、並木の左側を、もう一つの道中がやってきた。お下がり！お下がり！江戸町左文字のここの花魁、お通りでーす！黒ビロードの大打ち掛けに、緋色の背負い傘を差し掛けられ、ここの枝湯は、春駒屋仕込みの優雅な八の字を描きながら歩いてくる。喝采と同時にどよめきが上がった。すっげえよ。松蔵も孝太郎も化粧壁から身を乗り出して道中を見つめたまま言葉を失った。それは芝居でも見せ物でもない、本物の花魁道中だった。松蔵は思わず振り返って、闇の彼方に輝く六区の工業街や12階の明かりを見た。通りには、青い火花を散らして市電が行き交い、自動車のヘッドライトが走っている。だが、堀割に囲まれた吉原の目抜きで、今自分が見ているものは、何百年も変わらぬ本物の花魁道中なのだった。なんだかお前ら、狐につままれてるみてえだ。松蔵はラムネを喉に流し込んだ。これは夢ではない。やがて二人の太夫が京町の十文字に少し離れて立つと、待ち受けていたマグネシウムがあちこちではぜた。いつしか通りを挟む窓も、桟敷も屋根の上も、危ういほどの見物林で埋まっている。角エビの太夫はなかなか現れなかった。十文字に張り出した広い玄関に、何か非常のことでもあったのか、しきりと男衆が出入りする。
散々群衆に気を持たせた後で、縦襟の長い刺し子を着た親方が首に拍子木を回して門口に立った。澄んだ一丁の木を入れてから、親方は声を張り上げた。お待ちの皆さんへ、突然のことではございますが、門エビ本楼東雲太夫、急病にて道中叶いません。代わりまして、白縫い太夫、本日の花魁道中を相務めます。白縫いの名を聞いた途端、十文字を埋め尽くす群衆はどっと湧いた。屋根や桟敷のあちこちからも、白縫いの名を呼ぶ声が上がった。白縫いって、売れっ子なんか？いや、白縫い花魁待ってました！なあ、白縫いって人気あるんか？そんなの、みんなの様子を見ればわかるじゃないか。僕も見たことはないんだけど、去年初店に出たばかりの若い太夫なんだって。目のつぶれるようなべっぴんだってすごい評判なんだよ。まさか、ね、でもよ、おいらの姉ちゃんすっげえ器量よしだ。二人はひときわまばゆい光に包まれた門エビの玄関を見下ろした。縄文を染めた白絹の幕が左右に開かれ、おびただしい光害を刺した髷が現れた。揺れるようなカスタイの中に背筋のすっと伸びた若い花魁が立った。シンクのビロードの大輪の菊を描き出した大内掛けの裾を握り、三枚刃の高げたを鮮やかな外八文字に切って白縫い花魁が歩き出した時、松蔵は化粧壁にかじりついて叫んでいた。姉ちゃん、姉ちゃん、そうよ、それが俺のたった一人の姉貴だった。数えの17、今でいや朝沈め、髪の毛を真っ赤に染めて、太ももむき出してヘラヘラと歩いている女子高生の年だな。俺が屋根の上でわーわーと声出して泣いたのは、ようやっと姉貴に会えたからじゃあねえ。それまで一遍だってまともに考えたことのねえてめえの苦労と不幸とよ、そん時初めて思い知ったんだ。俺たち兄弟は車坂の破れ長屋に生まれてこの方、腹一平のおまんまを食った試しがなかった。お袋が胸を病んでから姉貴は俺の手を敷いて、上野や浅草の裏道を残飯もらいに歩き回った。ゴミ箱に手を突っ込もうとする俺をピシャリと叩いて叱ってくれた。待つ！男がするっこっちゃないよ！どんなことになったって姉ちゃんをお前におもらいや盗っ人はさせないよ！お前一人ぐらいちゃんと養って府立の中学にあげて丸の内の勤め人にさせてやるからね！料理屋の勝手口から放り出されて、それでも姉貴はボロボロの着物の懐から握り飯をつかみ出して俺にくれたんだ。松、ごめんね。お腹減ったろ。お前は男なんだからちゃんと食べなきゃダメだよ。男なんだから。木枯らしにあられの混じった晩だった。二人が破れ長屋にたどり着いてみりゃ、おふくろはせんべい布団に真っ赤なボタンの花を咲かせて死んじまっていた。数えて13の姉貴や、それでもぐいと唇を敷き結んで、泣きわめく俺を抱きしめてくれた。大丈夫、大丈夫だよ。何が大丈夫なことあるものけ。なあ旦那方、おわけあんたらには皆目わかりもすねえが、おらそん時目のつぶれるような知らぬい花魁の美しさに、初めててめえの身の上の不幸を思いついたんだ。苦労は
人間を爆撃うちにも廃病や身にも盗っ人にせえ変えちまう。いかに吉原一の美形とはいえ、四年の間のおさよの様変わりや人の世の不幸そのものだった。そうよ、誰も気づきやすめえが、今をときめく稲本の時はや左文字の九重亭太夫も顔色をなくす門蛇の知らぬ岩、この世の不幸で不幸をがっしりと担いで立ち上がった十七の娘だった。黒手化け物のあで姿を、俺はその時、この目ではっきりと見ちまったんだ。天切松は痩せたうなじを起こすと、聞き入る人々の顔を一つ一つ教え諭すように見つめてから、まぶたを下ろすと、湯飲みの底を覗くようにして、冷えた茶をすすり込んだ。続きを聞きてえか。人々は暗黙のうちにうなずいた。あくる朝はひどく冷えた。塩辛い味噌汁とたくあんと薄黒く見えるもっそう飯の朝食を済ませた後、留置人たちは運動場に引き出される。運動場といっても、30人の男たちが肩をぶつけ合うほどのコンクリートの小部屋である。そこで押し着せの天付き体操をした後、2本ずつのタバコが配給され、電気カミソリが回し渡される。足元に開いた式典から懐かしいシャバを覗いて、留置人たちは冬の雨を知った。壁際にちんまりとうずくまってタバコを吸う老人に、若い看守が膝を合わせるようにして語りかけた。とっつん、続きはいつ始めるんだ。さて、続きを語るにせ、ゆんべの世間がいねえんじゃ、さあも行きますめえ。朝から調べだ。戻ってきたらやるか。ええ。だが担当さん、あんた明けでしょうが。とっつぁんの話に非番もクソもあるかよ。どうせ寮に帰ったって酒飲んで寝るだけだもんな。パグられた昨日の今日じゃ調べも目いっぺいかかりやしょ。なに、早く終わるさ。やっこさん、昨夜のとっつぁんの話が妙に答えたと見えてペラペラ歌ってる。おまけに調書を取る保安係の方も早いとこ済ましてとっつぁんの話の続きを聞きたいだろうしな。さえざどうも恐れ入るやつ。戻ってきたらとっつぁんの棒に入れよな。ギャラリーが多くなるけどいいかね。わしは一向に構いやしません。もともと人の多い方がノリのいいたちでしてね。二本目のタバコを加え火をつけ回してから、天切松はしみじみとセブンスターの日先を見つめた。はあ、朝日もとうになくなっちまって、軽いやつの方が体にいいからってこいつに書いたんですがね、ちっともうまかないね。人間同様、世の中どんどん軽くって、味気ねえものになってきやすね。天切松が話の続きを始めたのは、外人バーの手配師があらかたの取り調べを終えて留置場に戻ってきた夜半だった。非番の看守たちと手の空いている刑事たちが雑居房の扉と裏通路に面した金網に鈴なりに並んだ。天切松は自供を終えたせいか、すっかりおとなしくなった世間を膝の前に置いて諭すように言った。兄さん、今日はだいぶお客さんが多いが気にしなさんなよ。俺は誰に聞かせるわけでもねえ。兄さんに向かって話すんだ。はい。手配師は御座の上にかしこまって神妙な顔をした。式典からは白湯が差し入れられた。プラスチックの碗を膝に置いたまま、
天切松はまず例の不思議な闇語りで逃亡の留置人たちに告げた。まさか芝番の勘までが聞きに来るとは思ってもみなかった。起きて半畳、寝て一畳の豚箱の中までもこうも覗き込まれちゃ二三方もたまりますね。まあしばらくの間あんなものは金網の中の犬頃だと思って辛抱しておくね。ゆんべのあらすじから話すわけにはいかねえが、すまねえな。とっつぁん、何ボソボソ言ってるんだ、聞こえないぞ。へい、話はまだまだこれからでございやす。とりあえずお題目を上げさせていただきやした。さて、まずはゆんべの話のとっつきから。時代は今おさること70年前、季節は桜散りしく春4月、何や節でもあるめえに、ガキの自分に別れたきりの姉貴を数えで13のおいらが恋したいつつようように売られた先の吉原まで探しに行ったと思いね。折りよくその世は太夫道中をやるてこって、おらそこまで手引きをしてくれた慶応義塾の御曹司と京町の十文字を見下ろす洋食屋の屋根に登って、どこぞに姉貴がいねえものかと人混みに目を凝らしていた。闇を割るてえほどの活性の中を、今をときめく稲本郎の時は花魁、左文次郎の九重花魁のご登場。これに門海老の東雲太夫が出揃えば、花の吉原三形成の揃い組だ。どれがどっこい、しのごめはいつまで待っても門海老の陣幕から出てきやしねえ。何でも急病抵抗って代わりに清本の歌いに乗って、しのごめの大打ち掛けを着飾った若え太夫が姿を現した。しのごめおいらんといや、大東京絵はがきにもなったてほどの金看板、その大役を務めるのは一体誰だろうと、十文字を埋め尽くした野獣馬どもの鵜の目鷹の目で見守る中を、つい先年に初店の済んだばかりて初々しい太夫が素足に三本歯の高下駄をからーりころりと外八文字に引きずって姿を現したと思いねえ。門海老本郎知らぬい花魁、これより道中愛務めますると、相番店の親方が気を入れるや、大向こうからどっと活性が湧き上がる。知らぬい太夫は臆するどころか、将棋に腰を下ろして待つ九重と常磐を涼しい目元でぐいと一睨みに睨みつけた。さて一体どんな神器を切るのかと思いきや、知らぬいはひなぎくみたいに小さい顔を東の空に振り上げ、ドンスのお太鼓を抱えて身をそらしたまんま、本に今夜はいい月じゃわいなぁと見を切りやがった。おいらがそん時屋根の上で腰を抜かしたのに無理はねえ、様変わりこそしちゃいるが、遠目を使ってまばゆげにパチパチとせわしねえまばたきをするのは母親譲るの姉貴の癖じゃねえかい。月を見上げて花道に立った知らぬい花魁は、競技で言うならまだし成駒屋ほどの凄みはねえが、差し詰め梅玉の福助の手ほどの、そりゃあかわいいタイムだったぜ。天切松は話しながら、おそらく自分では気づいていない母親譲りのまばたきをせわしなく繰り返した。鳥越の長屋で諸生常の色整然とした相談ごとに耳を貸しながら、虎屋の小弁慶の肩がイライラと震え出した。それは短気な虎兄の原稿が飛ぶ前触れだ。身構える間もなく松蔵は破れ障子まで蹴り飛ばされた。やいマツコ、いかに使いっ走りの小僧たい、
目細の安吉と三淵ともあるものがくだらねえしゃばっけなど出しやがって、甘っせえ兄貴分の手を借りてた、言ってどういう旅館だ。兄貴、暴力はいけません。松戸は何も僕に手を貸してくれと言ってきたわけじゃないんです。吉原に潜り込むには一中生のなりをしなければならないからってそう言ってきただけで、その上の相談に乗ってやったのは僕の方ですから。おう、つね、言ってくれるじゃねえか。杯をもらったその日から、俺っちゃ親も子もねえ仕立て屋の身内だろうが、シャバに残した親兄弟のことなんざお首にも出しちゃならねえ、当たり前だろ。わかります、そりゃごもっともですよ。しかしね兄貴、てめえのしかしが気に入らねえ。しかししかしも番旅聞かされたんじゃ、いかに帝大生のご託前にせえ、ひどくなれ。しかし松尾はまだ13ですよ。それがどうして、誰だって13の時はあったぜ。てめえは親の家業が没落する前はやんごとねえ一中生だったかもしらねえが、俺はその年にはちゃんと叩きで飯を食ってて。はいはい、すんませんトラーニー、どうか常兄を叱らないでやっておくんなさい。おいらが無理な相談をしたんです。いいか、こんなみっともねえ話は決して親分の耳には入れんなよ。おこんにもエイジにも話すんじゃねえぞ。常次郎はにこりと笑って松蔵を手招いた。口は悪いし手も早いが、頼まれごとに嫌とは言えないトラーニーの性分を常兄は見越している。蹴られた時はどうなるものかと思ったが、果たしてトラーニーは片膝を抱えてずんぐりとした体を前後に揺すりながらじっと考え込んだ。火鉢の縁でポンとキセルの火を叩き落としてから、トラヤは眉ばかり太い二葉のような顔を松蔵に向けた。角エビの知らぬいっていや、興味売り出しのおいらんだ。それがおめえの血を分けた兄貴だてな。まあ、ちょいとした因縁話だな。だがな、松子。それだけの売れっ子なら、千円ばかしの借金のぞわけもあるめ。まあ、してや、角エビほどの大まがきなら、揚げでは時間で3円。泊まりの玉は20円くだらねえ。ていうことは、知らぬいほどの金看板はどう安く見積もったってめ、月に5、600円の稼ぎがあるっていうことになる。仮にあれやこれやと上前跳ねられにせ、そんだけの稼ぎがありゃ、じきに奉公も終わんじゃねえのかい。兄貴、妙に詳しいですね。しかし、その計算はちょっと甘い。実は昨日、神田の旧成分の本営によって調べてきたんですが、問題は、そのあれやこれやと跳ねられる上前なんです。いいですかね。仮に、白縫太夫の月の売り上げが500円としましょう。一応の取り決めでは、その7割5分が車の取り分で、2割5分が太夫の収入となります。結構じゃねえかよ。500円の2割5分で、それだけだって、125円にもなる。いやいや、聞いてくださいな。その125円の中から、貸金の返済として1割5分、すなわち18円75銭が転引きされます。しかしこれは名目こそ返済ですが、実は貸付利息に充当されるので元本は減りません。にしたってまだ100円以上は残るかい。ところがですね、オイランは車に雇われているのではなく、いわば部屋を借りて営業しているわけですから経費がかかります。呉服代、化粧品代、洗濯代、電話代、茶菓子、布団代、さては湯銭から病院代までこっち持ちで、金看板の花魁ともなれば、この合計は楽に100円を超えます。はぁ、あ。下手をすれば足が出る。すなわち、追い狩りってことにもなりかねません。旧政軍の調査資料によれば、吉原将棋の借入金平均残高は294円。どんなに経費を切り詰め、毎晩泊まりの客を取ったところで、これを完済するためには290ヶ月が必要だということです。290ヶ月だと ?24 年です。これは、就業可能な年数を超えますね。つまり、死ぬまで働けってことです。常次郎の説明を聞きながら、松蔵はこらえきれずに声をしゃくって泣き始めた。姉が父と世間によって突き落とされたのは、生涯這い出ることのできぬ、この世の地獄だった。
すね、もうやめとけ。子供に聞かせる話じゃねえ。救世軍や婦人団体が盛んに廃床運動を展開してるのはこの辺りの事情を知っているからですね。やめろって、松子には関係なかろう。しかし、かといって救世軍に駆け込むにしろ、諸葛の記者方や日本包みの警察はすっかり老子たちと年頃になっていて足抜けなんか絶対に許しませんし。やめねえかっつね。松、てめえもうメソメソするんじゃねえ。ほら、こっち来い。こいつら来いよ。なんて白状な野郎だ。子供を泣かして何が面白い。そうじゃないと松蔵は思った。常兄は虎兄の弱みを知っている。目の前で自分を泣かせれば虎兄はひとたまりもなく力を貸してくれるだろうと読んだのだ。虎兄は大きな手で松蔵の頭を撫でながら仕方なさそうに言った。常、浮世を捨ててこの家業に入ったからにゃ、親兄弟の幸不幸にかかずり合っちゃならねってな、道理だぞ。はい、分かっています。なら、俺に何せってんだ。知らぬい太夫を、中から引いちゃもらえませんか。な、まったく、無理なんだよ、言いやがる。この俺に知らぬいを引けてか。同じ男ならお前、そんなことはてめえの裁量で。言いながら、虎屋はしげしげと常次郎の身なりを見つめて口をつぐんだ。縦襟のシャツに、紺がすりの重ね着、小倉の袴。髪はボサボサの伸び放題で、手元には書物をくるんだ風呂敷と角棒が置かれている。てめえも百面相の常次郎と仏壇を取るような悪党ならば、それぐらいのことは。それができるぐらいなら。花からこうして頼んだりはしませんよ。常次郎はこれ見よがしに丸いセルロイドの眼鏡を懐から取り出した。理髪そうな細面にそれをかけると、常次郎は誰がどう見ても境内法科の学生だった。百面相はお手の物でも、あいにく道楽は何一つ知りません。お大臣に化けるのは別に難しいことじゃありませんけど、酒も飲めない遊びも知らないと来た日には、兄貴、一体どうやって門エビに上がって知らぬい太夫の馴染みになりゃいいんです。あ、だったら友人頼め。頼まれていいやと言えねえな、あいつも同じで。平次兄貴はまっすぐな性分で芝居というものができません。嘘もつけません。そんじゃめ、まるで俺が嘘つきみてじゃねえかよ。いや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 、それだけこなれてらっしゃるということですよ。ったくてめえって野郎は、あいや、こう言うと、こうと決めたら、こうで、あの、なつね、安吉小屋分だってめ、もうちった俺の説教聞きなさるぜ。兄貴の説教は僕だってありがたく聞いてますよ。ちゃんと胸にしまってます。しかし、それとこれとは違います。松蔵の身内がどうのこうのではなく、よんどころない事情で、区界に身を沈めることになったけなげな娘を助け出してやろうという話ですよ。ねえ兄貴、ここは一肌脱いでやっちゃくれませんか。くっそー、うめえ言い方しやがる。だがよ、つね、話は言うほど簡単じゃねえぞ。承知しています。重々考えた上でご相談に上がりました。やれやれやれ。さて、ひとっぷろ浴びてくるか。兄貴、心配すんな。ものを考えるのは湯の中が一番で。やいつね、てめえも百面堂なんざ大言にして、早いとこ本物デジンでもなりやがれ。人助けにゃそれが何より手っ取り早い。トラヤは手ぬぐいを怒り傘にバサリとかけ、彫り物の入った丸太のような腕をぶしながら座敷を出て、破れ障子を引き開けると松蔵を振り返り、仁王面をゆがめてにっこりと笑った。
そらや兄は明治10年深川の生まれてこったから、その頃は45、6の男盛りだったろうかい。年回りなら安木町や分よりいくつか上だが、その昔長え勤めの仮出国で仕立て屋銀次の屋敷にブラブラとしているところを目細のやつに引き合わされたてことだった。言わずと知れた目細のやつは腕も器量も仕立て屋一門の中じゃピカイチだったが、何せ年が若え。銀次親分はそのあたりを信釈しなすって杯を直させたてわけさ。坊主の虎屋といや腕っぷしの強さと切符の良さでどの親分も一目置く仕立て屋一家の名物だった。それが親分子分の杯を交わしたとあっちゃ、目細のやつも鬼に金棒だな。明治十年の生まれだから、俺は聖子どんな生まれ変わりだ、どうだ似ていようかと、二言目には言っていたが、どっこい誰がどう見たって、聖子高森には竹が足んねえ。おまけに、すっぱだかで突っ立っていたってそうとわかるほどの江戸っ子だ。口はうるせえ、手は早え、田舎者と見りゃ、足様に苔にしやがる。そのくせ、貧乏人には妙にもろくって、物乞いの命を素通りすることができねえんだ。江戸っ子はさつきの恋の吹き流しいて文句があるが、まったく、それを字で言ったようなお人だったぜ。口はあれども腹渡なしってやつか。おっと旦那、その文句を誤解なすっちゃなりやせんぜ。いや、そいつは口先ばかりで中身がねえってことじゃござんせんよ。違うのか。違いやせ。そいつは田舎者の勝手な解釈でござんしゃ。旦那、生まれはどちらで。福島だけど。そうでござんしょうね。いやね、いやいや、あっしは別に田舎者がどうこういうわけじゃありやせん。ただ、たとえの文句をいいように解釈されたんじゃ、俺っちゅうどっこはたまったもんじゃありやせんや。いいですかい？さつきの恋の吹き流してのは、春の空を悠々と泳ぐように生きるてこって、口はあれども腹渡はなしてのは、話す言葉にゃ角があるが、悪いはこれっぽっちもねえってこってさ。やれ口が悪いの、角があるの、偏屈だのってやれるのは、つまりゃそういう方の田舎者に江戸名のシャレがわからねえだけのこって。ところで、虎兄の家業は叩きだった。出歯を片手に、人様のうちに押し込むなんて悪党は耐えて久しいが、もともと叩きは盗っ人の花だ。テレビの時代劇なんぞ見てもわかろう？役人どもが血まなこになって探索するな、決まって何の何がして押し込み強盗の一味で。つまり悪党といや、江戸の昔から叩きを置いてほがにゃいねえ。狙う的は決まって、たかだかの銭なんざ取られて困らぬお大人。角口に夜通しの番兵が立っていねえような家は、はなから狙われねえってんだ。とえ旗へのお屋敷深く入り込んで、寝ぼけ眼の主人を、朝の細引きでぐるぐる巻きに踏んじばり、さあ、衆なんとかの本気耐えて自慢の出歯を、どんと畳に突っ立て、まずは銭やどこにあるて命に、その野郎の悪行三昧を闇語りに語って聞かす。いいか、よく聞きやがれ。てめえのためにカクカクしかじかこれだけの人間が泣いている。天に代わって成敗してえところだが、金輪際アコギな銭儲けはしねえてんなら、今日のところは命ばかりは勘弁してやろう。さあ銭を出しな。誰が名付けたにせえ、人呼んで説教虎に押し込まれ、腐れ銭を踏んだくられたとあっちゃ、取られた方も追いそれた表沙汰にはできねえって寸法よ。
さて、経理しなにガツンと一発張り倒し、おいとま代わりに南明宝蓮華経とお題目を挙げたその足で、虎兄が向かうところは、決まって、下屋や浅草の貧民窟だった。親も子もねえ、家もねえ、フルゲットをかぶって、ズタ袋みてえに震えている不老者を踏んづかまえて、まずは説教。いいかい、てめえがのたれ死ぬか、もう一遍やり直せるかの瀬戸際だ。やってみようってんなら、俺がそのとっこ取りだけは作ってやる。よーってわけで、まずは言うや。飲みや白身をこそぎ落としてから、次に古着や。一膳飯をかっこんで安酒を煽り、そこいらでこいつはまだまだ捨てたもんじゃねえやと見定めりゃ、車を立てて中へと向かう。夢見心地の野郎を、式手茶屋から揚げ屋町あたりの小棚に引っ張り込み、古い馴染みの豊島女郎に。いやいだゆ、ちょいと戸を当たってやるが、こいつは生涯二度目の筆下ろしで、お手柔らかに頼んだぜ。そうやって面倒を見た不老者どもが、さて、その後どうなったのか知らねえが、ともあれ虎にてお人は、そんな江戸名のシャレを、伊達も水郷もなく、あの出来損ねえの西郷どんみてえな怖え顔で、マジにやっていたっけ？わかるか、え兄さん。さつきの恋の吹き流して江戸っ子だ。そういう粋な男の子った。そんな風にして、不老者が立ち直っちまうなんてこと、あるのかな？さて、どうですかね？まあ、せいぜい等に一つ。いや、百に一つかもしれねえ。土台、国を捨て、うちを捨てた連中だもの。だがね、旦那。実は、俺もそのことが気になって、虎兄に尋ねたことがあるんだ。そしたら兄は、あれや、確か、鳥越の市電通りだったと思うが、たまたま通りすがった市電の屋根に弾ける火花を見るでもなく見つめながら、こう言ったもんだ。そんなことは俺の知ったこっちゃあるめえ。だがな、松子。生涯二度目の筆下ろしをしたその野郎が、やり手ババアに送られて、翌朝サクサクと大門をくぐり、五十軒町を抜け、エモン坂を登り切った見返り柳の下で、ふと立ち止まったと思えねえ。日本包みから今してめえの出てきた大間垣を振り返りゃ。その先実はどうなるにせえ、まさかもう一遍フルゲットにくるまって、気持ちいい思いをしようとは思えめえよ。わかるかい。そん時野郎が、エモン坂から振り返る吉原は、なんともお名残惜しい、夢のお城にちげえあるめえ。天切松は、真っ白な坊主髪の頭を、ふしばった手で撫でながら、話の続きを始めた。松蔵がようやく姉と対面したのは、お歯黒どぶの据えた匂いが鼻先につきまとう、長梅雨の頃だった。ねえ、まっちゃん。知らない太夫のことなんだけど、なんとか会えるように段取りをつけたから、明日の日曜、お店に来てくれるかい？忍ばずの池でボートをこぎながら、幸太郎はいきなりそう言った。頼み込んだわけではない。むしろ毎週のように上野で落ち合って、ロックの活動写真や宮戸座の芝居を見たり、花屋敷で遊んだり、掛け茶屋で飲み食いをしたりしているうちに、幸太郎が姉との橋渡しをしてくれるかもしれないなどということは、すっかり忘れていた。松蔵と幸太郎は、お互いが掛けがえのない親友になっていた。忘れてたわけじゃないんだよ。でも、よその店の太夫とこっそり会うなんて、簡単なようだけど、とっても難しいことなんだ。あれこれ考えてたら遅くなっちゃった。ごめんよ。松蔵が思わず貝を漕ぐ手を止めると、ボートは幸太郎の優しい力のままにゆったりと水面を回り始めた。雨も宵の風がハス葉をないで吹きすぎる池には他に船の影はなかった。
灰色の景色をぼんやりと眺めながら松蔵は尋ねた。どうやって段取りつけたんだよ。おめえ大変だったんじゃねえのか。まさかお父さんやお母さんにお願いするわけにはいかないしね。それでね、思いついて九重さんに打ち明けてみたんだ。九重さんってあの九重オイロン？そう。九重さんはね、カムロの自分からうちにいて、初店の前には僕のお守りをしていてくれたんだ。だから今でも仲がいい。その九重さんがどうやって？うん、よその店の太夫同士の付き合いなんてめったにないんだけどね。九重さんは角海老の東雲太夫と知り合いなんだ。お互い吉原じゃ10年も道お互い吉原じゃ10年も店に出ている古株だからね。それで九重さんから東雲さんに、東雲さんから白縫さんにって話をつないでもらったんだ。こぎなよ、まっちゃん。目が回っちまう。松蔵は思い出したようにボートをこぎ始めた。姉と会える。夢ではなかろうかと松蔵は荒々しく貝をたぐった。花の頃に一度だけ行った吉原の、花魁道中の景色がまぶたによみがえる。清本の稽古の合間だからね。あんまり時間はないけど。江戸町の角で待つ二人の少年に近寄ると、蛇の目で顔を隠しながら九重はささやいた。日曜は朝から煙るような雨だった。何度色の地味な一重を着たその女が九重太夫だと気づいたのは、連れ立って歩き出してからだった。松蔵の学生服姿に目を細めた笑顔に見覚えがあったのだ。化粧を解いた九重は、ごく当たり前の、暮らしに疲れた堅気の三重女にしか見えなかった。しかしまあ、知らぬいも大したもんだ。身を売ってまで弟を中学に行かせるなんてね。興味の若い子がなかなかできることじゃない。九重さんは兄弟いるんだっけ？そりゃあ担当おりますよ。一番上の兄貴と二番目が、203高地で戦死しちまいましてね。働き手が二人いりゃ少しは楽なんだろうけど、何せ私の下にまだ五人もおりますから。まったく何を考えているんだか、娘を売ってからもまだ下をこさえましてね。それがようやっと小学校を終えたから、やれやれですけど。坊ちゃん、こんなこと一個なしですよ。私もまだまだ稼げるんだから。葉の茂り立つ桜並木の両側には、ずらりと引き手茶屋が軒を並べている。泊まり客もあらかた引き、中野町の目抜きは小雨に煙ったまま、昼下がりの眠りに落ちていた。角海老の西洋楼がそびえ立つ京町の十文字を過ぎると、角が酒屋で、食堂、芸者置屋、せんべい屋、また置屋と並び、一軒だけポツンと離れた引き手茶屋と、写真館の間の路地を曲がれば、突き当たりのすだれ越しに清本の三味線が聞こえてきた。やあ、こいつは左文字の九重姉さんじゃありやせんか。これからお稽古で。誰かと思いや、八田さんかい。あたしはまたとんだすっぴんお客さんに見られちまったかと思った。びっくりさせないどくれ。八太郎に声をかけられて九重は立ち止まった。一目見て松蔵は写真館の軒下に身を隠した。雨がっぱの襟を立てた男の横顔には見覚えがあった。幸太郎は角越しに世間と太夫を覗き、あらかたを理解したかのように松蔵を傘の下に隠した。あいつ、嫌なやつだよね。ああ、嫌なやつだ。いやね、何も朝っぱらから用もなくうろついてるほど暇じゃねえんだ。角海老によったら、白縫太夫は清本の稽古だってから。白縫に何の用なんだい？追い菓子だよ。爆撃狂いのてて親が、またぞろ証拠りもなく、新橋の土間にはまっちまってよ。聞いてくれよ、おいら。いくら売れっ子の白縫だって、追い菓子も、
5000円となら、あなたに立つ俺も並大抵じゃねえよ。5000円なんだいそれ、そんなことあるわけないじゃないか。5000円っていや、あんた、お屋敷の立つような金だよ。あるも何も、ほれ、この通り。今、お師匠さんのところで、知らないからハンコもらってきたばかりだぜ。老主は、ほれ、もうハンコついてる。5000円なんて、あの子一体どうやって返すつもりなんだろう。カドエビもカドエビだ。なんでまたこんなになるので。そいつはね、姉さん。ちょいと種明かしがあるんで。いや、こんなことまで言っちゃまずいな。聞かせとくれ。私の胸の内にしまっとくから。へ、実はね、知らぬいにはいずれ近日中に身受けするってえれえ旦那がついてるんで。5000が1万だって借りとくってことです。え、だいそれ。弥太郎は雨がっぱの襟でここねえの顔を包み込むように耳打ちをした。得意げな弥太郎の横顔を見ながら、松蔵の体はわけもわからずに震え出した。知らぬいは、姉は底なしの地獄に引きずり込まれている。本当かい。ね、どうです、間違いのねえ話でしょうが。だから5000円と言ったって誰が困るわけじゃねえんですよ。それがマブなら確かにその通りだけど。でも八田さん、あんたそれで知らぬいの親父をわざわざ新橋あたりの大名爆撃にはめるわけじゃあるまいね。それは違う。爆撃好きは向こうの勝手さ。まあ俺だって手間をはねるのが商売だから、銭がいるってならこういう方法もありますぜって、グルへの知恵は授けますがね。思わず駆け出そうとする松蔵を光太郎が抱き止めた。二人は傘を放り出してもみ合い、写真館の前のタイルを転げ回った。ちきしょうちきしょう、よせってまっちゃん、お姉さんに会えなくなる、辛抱しろって。光太郎は松蔵を組み伏せ、手で口を押さえた。タイルを伝う雨水が学生服の背に染みて、松蔵は抗う気力を失った。弥太郎が路地を出てきた。なんだ、子供の喧嘩か。どっちも頑張れ。あの歌が雨の中を去っていった。光太郎はしばらくの間、まるで降りしきる雨から松蔵をかばうようにうなじを抱きしめていた。光太郎の学生服の肩越しに、ひやわいから滴り落ちる雨粒が瞳を刺した。ごめんよ。ごめんよ、まっちゃん。なんでおめえが、おいらに謝るんだよ。僕は、クルワの子だから。もう、いいよ、この字。なんだっておめえのせいじゃない。だってさ、だって僕は。松蔵の耳元で光太郎の奥歯がキリキリときしんだ。こいつはきっと車のご内省のふすまの陰から様々のしがらみを見つめて育ってきたに違いないと松蔵は思った。宮戸座の立ち見席で金切り声を張り上げる光太郎の横顔が思い浮かんだ。それは大向こうの客を振り返らせるほどのすっとんきょうな大声だった。胸の底に鬼のように積み重なった自身に対する呪わしさを、光太郎はあんな風にして声にするほかはなかったのだろう。ここの絵が路地から戻ってきて、蛇の目を差し掛けた。ああ、ドロンコになっちまって。二人とも大概なさい。ここの絵は二人を立ち上がらせ、手ぬぐいで学生服の背中を拭った。一瞬、ここの絵の目が押し量るように松蔵の表情を見つめた。とっさに光太郎が言い繕った。まっちゃんが生意気なことを言うから。おめえが先に手出してきたんじゃねえか。喧嘩なら早腹っぱでおやんなさい。さあ行きますよ。清本の三味線が高調子に雨の路地から流れてきた。稽古場は
固定な置き屋の奥の間だった。南の神棚を背にして、師匠らしい中年の女が三味線を弾いており、向かいに浴衣姿の横顔のいい女が座っていた。障子を弾いてお辞儀をすると、ここの絵は浴衣の女に指先を向けた。角エビの篠宮さん、骨折ってもらったんだから、ちゃんとお礼して。ありがとうございました。おやおや、慶応の坊ちゃんと一中さんに揃って、頭を下げられるなんて、過保なこったね。まあ、それにしたって、テテ親の行状はどうか知らんが、こうして立派な生徒さんになってるんだ。結構な話じゃないかね。あんた、しっかり学問しないと、罰当たるよ。はい。なるたけ学生っぽく背筋を伸ばして、松蔵はようやく気づいた。自分はこの善意の人々を騙している。成り人はいえ、姉をも騙さねばならない。思う間もなく、篠の目は膝をすすめて奥の間を隔てる襖を開けた。まるで芝居の引き幕が開くように、壺庭の白い光が踊り込んだ。姉は振り向きもせずぼんやりと、縁側の敷居に横座っていた。知らぬい、弟さんだよ。そんな姉の姿を、松蔵は想像だにしていなかった。純白のシャツに紺のスカートを履き、長い髪をお下げに打った姉は、まるで女学生のように初々しかった。この日のためにあれこれと考えた末、そういうなりをしてきたのかもしれない。壺庭の雨空を見上げていた顔を、姉はゆっくりと振り向けて、不器用に一つうなずいた。四年ぶりだってね。泣かせるじゃないか。姉さんのおかげで、いずれは一校庭大に進もうって偉い書生さんだ。さ、ぼやっとしてないで、奥にお上がり。お邪魔します。膝頭が合わずに、六畳の座敷が広く広いものに感じられた。一歩ごとに、姉の姿がかえって遠のくような気がした。敷居をようやく踏み越えると、背中で襖が閉ざされ、じきに稽古が始まった。姉はしばらく、まばゆげな瞳をことさらしばたたきながら、松蔵を見上げていた。やっぱ姉ちゃんは日本一の器量よしだと、松蔵は思った。花びらのような唇がへの字に引かれ、まぶたがまたたきをやめたと見る間に、姉は、はらはらと涙を流した。それから、痛ましいほどに細い背を丸めて、姉は膝に置かれた偽りの学帽を見つめた。お前は偉い。姉ちゃんもうこのまま死んだっていいよ。姉ちゃん。おいら。おいら。おいらね。鳥越の、鳥越神社の、宇治っ子を仕切ってる、杉本さんっていう人の養子になってね、中学行ってんだ。杉本さんは大金持ちだから、だから、もう銭になんていらねえから、姉ちゃんも借金なんかしねえでくれろ。おいら、おいらちゃんと勉強してよ。一高も行って、帝大にも行って、英語もドイツ語もペラペラになって、それできっと丸の内のお家庭勤め人になるから。だからもう姉ちゃん、あんな人買いの言いなりになって借金なんざしねえでくれろ。姉ちゃん、ご主人だから。ありがとう。ありがとうね、松蔵。姉ちゃん、お前のことだけは自慢していいね。酒飲もうが、爆液を打とうが、姉ちゃんの体を肩にして持ってけるものなら、いくらだって持ってけばいいんだ。姉ちゃん、一生懸命働くから。働いて働いて、ボロボロになって投げ込み寺にうっちゃられたって構いやしないから。おいらきっと迎えに来るからね。ダメダメ。
働くということがどういうことであるのか、松蔵にはおぼろげにも分かっていた。風が立って笹の露がさーっと音を立てて庭にしぶいた。姉はようやく合掌を解くと、スカートの膝を抱えて雨空を見上げた。姉ちゃんはお女郎だからお前の出世に関わる。もう金輪際会いに来ちゃいけないよ。姉ちゃんがここにいるってことも誰にも言っちゃならない。その杉本さんってお父さんにもね。お前会ったんだね、あいつに。今さっきそこで九重さんと話してるの。突撃しちまった。お父ちゃんとは会ってるのかい？お前こそどうなんだい？ずっと会ってねえよ。養子に出された時にね、親分、いや杉本のお父さんが言ったんだ。あんな親父とは一生会っちゃならねえって。これっきり親でも子でもねえって。お父さん、いい人なんだね、きっと。いい人だよ。とってもモダンの紳士なんだ。インバネスと縁なしのメガネがよく似合う。お母さんは？優しくって、綺麗な人だ。お母ちゃんと同じくらい。とっさに、松蔵はおこんの顔を思い浮かべて答えた。姉は深く詮索しようとはしなかった。まるで松蔵の嘘がほころびるのを恐れるように、ただうなずくだけだった。今さっき、立ち聞きしたんだけどさ、姉ちゃん、いい旦那がいるんだって？あのおしゃべり、何もそんなことまで言わなかったって。誰なのそれ？近々身受けするかもしれないというその旦那がトレアであることを松蔵は祈った。だが、5000円という途方もない借金と、弥太郎の口ぶりを思い返せば、相手がトレアであろうはずはない。誰だっていいじゃないか。それに、旦那って呼べるほどの人じゃない。身受けしてくれるだろうって、あいつが。身受け？そんなの10年早いさ。ここの姉さんや東雲姉さんをご覧な。あんなべっぴんさんだって引いてくれるような旦那はそうそういやしないんだ。そんな話落語の中だけだよ。三味線の音が止んで、ここの笑顔茶を運んできた。すみませんお姉さん、お茶まで入れていただいて。何かたいこと言ってんの。私なんざもう落ち目の三度傘で、この先吉原を背負って立とうって知らぬ花魁にちょっとばかり恩を売っておこうって魂胆さ。それよかあんたら加藤写真館に行って親方に写真を一枚撮っておもらいよ。話は尽きないだろうけど、じきに芸妓さんたちもやってくる。親方には話をつけておくから、お揃いの写真を撮って少し場所を貸してもらいな。そうしな。人々は無理に無理を通して二人を引き合わせてくれたに違いなかった。その日、路地の入り口にある加藤写真館で、姉と松蔵は一生に一枚きりの記念写真を撮った。写真はずっと大事にしていたんだが、3月10日の空襲で焼いちまった。元より買って気ままな盗っ人とせいで、焼けて困るようなもんは何一つ持っちゃいなかったが、あの写真ばかりや、いくら食いても食いたらねえ。こうしてまぶたを閉じりゃ、今もありありと思い出せるがな。お酒神の姉貴が椅子にかけていて、俺は姉貴の肩に手を置いて立ってるんだ。
一中の学帽をかぶって金ボタンの学生服を着てそいつは常兄がかすりに袴よりがそれらしかろうって古着屋から買ってきてくれたものだった。写真だけ見りゃ誰がどう歓迎たって一中生に女学生だな。実は盗っ人の使いっ走りと吉原の花魁だなんてお釈迦様でも気がつかねえ出来栄えだったぜ。それは残念だったな。ケースゲースも残念でござんすよ。大空襲のその年には俺もじきに四十になろうってところだったが、もしや焼け残って休めえかと、まるで子供みてえに焼け跡をほじくり返したものさ。戦争は嫌だね。人の命を奪うどころか、かけがえのねえ思い出までも根こそぎ灰にしちまう。だがね、姉貴の思い出っていや、俺はもう一つだけ持っているのさ。いいかね。天切松は藍染めの道着の懐を探って何かを取り出した。丁寧に駒結びを解いたハンカチの中から擦り切れた守り袋が現れた。姉貴がずっと肌身離さず持っていた岸母人のお守りだな。どういうわけか、姉貴にはついぞ霊言を表さなかったが、俺にはくどくもあらたかで、ご覧の通りこの年まで呈した養生もしねえてえのに、怪我にも病気にもとんと縁がねえ。恐れ入りやの岸母人た、まったくよくぞ言ったもんさね。姉さん、それからどうしたんですか？世間のことだけをかいつまんで話しゃよかったな。ついついいらんとこまで。兄さん、姉貴のことなんざ聞きたくもあるめえが。聞かせてくれないかね。とっつぁんさえよかったら。いや、つい思い出したくもねえところまで話が進んじまって。よござんしょう。人かいどころか戦せえ知らねえ皆さん方に、こんな話は気の滅入るばかりで、クソの役にも立たねえでしょうが、一つ聞いておくんない。さて、四年ぶりの大瀬の後に、何事もなく夏が過ぎ秋も終わろうとする、ありゃあ確か、11月も末の、シンボリの市電通りを南北にひょっと北風の突きっさらす晩のことだった。それまで一体どういう市電になっているのか聞くに聞けねえトラヤ兄がたまたま鳥越の長屋にやってきた諸生爪と俺を連れて三筋町の雄屋へシトップロ浴びに出かけたと思いねえ。震災名のその時代は大正ロマンだのモダンだのと妙に世の中の造作がバタ臭くなった頃だった。その風呂屋てえのがまた新しい物狩りで、バンデーに座る親父は髪を中分けの蝶ネクタイ、板場のババアはアッパッパーにパーマネントかけあって、下足を脱いで敷戸に立ちゃ、曇りガラスに金文字でウェルカムなんぞと書いてある。そればかりじゃねえぞ、芝生を張った壺庭にゃヤブガキもなけりゃしごいもいねえ。代わりにヴィーナスだかトーナスだか知らねえが、裸の女が突ったって言える。もっともこれは時期に、四直の手にかかってぶち壊される羽目になっちまったけどな。石膏像に驚く間もなく天井を見上げりゃ、折り上げ格子の代わりにステンドグラスの天窓、真鍮細工も見事なシャンデリアで、洗い場へと入りゃ、七色のタイルを張り巡らした湯船の壁に、お定まりの富士山が見当たらねえ。代わりに当節流行の竹下夢二の美人画で、ご丁寧にも今日が乗りゃ、三助が奥の扉を開けっぱなして、恋は優しい、のべの花よ、ってな調子で。たや力蔵のテナーなんぞ蓄音機で回しにかかりやがる。まったくもって漁夫の利をまんまとかすめた対戦景気に浮かれ上がったような夕夜だったぜ。天切松は
ひとしきり高笑いをして、あたりの空気を和ませてから、またとつとつと、問わず語りに話し始めた。タイルの湯船に顎まで浸かりながら、虎屋は仏頂面で言った。なあ、つね。折り入った話ってのは他でもね、知らぬい太夫のことなんだけどな。どうとも七面倒くせえ成り行きになっちまったぜ。このところ夕夜はめっきりと空いている。夜も八時を回って洗い場に人影はなかった。毎年この季節になると流行するスペイン風邪を恐れて、人々は冷え込む晩には風呂にさえ出ようとはしないのだ。幕末から明治にかけて、琉球風邪、アメリカ風邪、お染め風邪などと呼ばれた東京名物の流行性感冒は、人口の密集する下町庶民の誰もが免れない冬の脅威だった。ことに、第一次大戦中の西部戦線で発症し、スペインで猛威を振るったと言われる通称スペイン風邪は、大正7年から8年にかけての冬、正体も治療法もわからぬまま、15万人の死者を数えた。健康な人間ほど感染しやすいと言われ、鼻をすすっていたと思う端から下痢と高熱を伴ってしばしば肺炎を併発し、ものの1週間でぽっくりと死ぬ。ユニアンザ入らなくたって死にゃあ死ねえと人々が考えるのも当然だった。常次郎は少し聞きためらってから洗い場の松蔵を呼んだ。聞かせて構いませんよね、兄貴。ああ、今までの戦いきさつは俺も松子の手前話しづれえが、この先はどうしたって聞かせずばなるめ。やい松子、俺はやむなくおめえの姉貴の客となったがよ、そんなことはいちいち逆恨みすんじゃねえぞ。分かってんな。いいか松、色事なんぞ知らねえおめえにいちいち分かるようには話さねえ。聞くの分かってだ。虎屋は湯船の縁に上がると、説教でもするように腕組みをして、ことの経緯を語り出した。なあ、つね。話を受け負ってから、かれこれ8ヶ月にもなる。おめえもさぞかし気をもんだことだろうが、千にも言った通り、身請けをするってえのは、口で言うほど簡単じゃねえんだ。ましてや知らぬいほどの売れっ子となら、クロアにとっちゃ金の卵、客は欲しいが、妙な虫のつかねえように、牛太郎もご神祖も、ギラギラと目を光らしてやがる。つまりは、三日と明けずに通い詰めたって、やつきもたたにゃ話を切り出すわけにはいかねえんだ。虎屋は決して松蔵と目を合わせなかった。馴染みになったということは、つまり、虎兄は姉ちゃんを抱いたのだと、松蔵はようやく思いついた。ほれ。松子が千に、知らぬいにはいずれ中から引いてくれるいい旦那がいるらしいって言ってたろ。こととしでによっちゃ俺の出番はねえわけだから。さて、その話は言ってガセかマブかて火の気にかかっていたのさ。考えてみな、五千邸大借金を知らぬいが背負ってるっていうのが本当なら、五千の借金帳なんて全く信じられねえんだが、もし本当にそうなら、肩代わりをするってその旦那は半端なお大臣じゃねえ。それほどの器量なら、女房にするにせ、目かけに囲うにするにせ、知らぬいにとっちゃ幸せなことには違えねえんだから、俺の出番はもうねえってことになる。話は生々しいが、虎屋の説明は噛んで含めるように分かりやすかった。そっぽを向きながら虎兄は、松蔵にも分かるように話しているに違いなかった。七面倒くせえことになったのだと、虎兄は前置きをした。どうやら話は、そういうめでたい方向には進んでいないということなんだろう。常次郎はぼんやりとした近視眼を、天井のステンドグラスに向けた。そりゃあまあ、お大臣に聞かされりゃ、玉の輿ですからね。で、一体誰なんですか、その五千両の肩代わりまでしようってのは。俺もそれを知ったから、つい先日のこって。客同士の噂を口にしねえのは吉原の礼儀だからな。ましてや五千円の身請け話となら、当の知らぬいはもちろんのこと、
引き手茶屋の心臓も、クルワのババアも、口にかんぬぎだよな。知らぬい太夫も、今じゃ、角エビの看板で、さて、どいつだろうと首をひねってみても、馴染みの客は、名だたる大物がずらりと揃っていて、一体誰が旦那なのか、皆目見当はつかねえ。そこで、おら、とうとう腹をくっての、知らぬいを膝詰めで問いただしたのが、ゆめのこって。やい、知らぬい。一発の遊びに置き取ってお目に通っちゃいるが、実のところ、おら、鳥越神社の氏子を仕切る杉本てお人の身内のもんだ。ってことはわかるね。おめえの弟の願いを汲んで、こととしでによっちゃ、ご千両を叩きつけ、おめえを放免するつもりでいるんだぜ。ところで、噂を聞きゃおめえ、結構な旦那がいるそうじゃねえか。さて、その大臣が、一体おめえのことをどう考えていなさるのか。ご千を張って見受けするってのはそれでいい。俺だってそんな旦那を向こうに回してたっぴいことも切れようがねえ。だがよ、五千といや家も建とうて大金ね。さて、話はどこまでまぶなんだか、その相手とやらを聞かしてもらおうかい。俺の正体を知った知らぬいは、あの可愛い顔をくしゃくしゃにして、長えこと枕を濡らして泣きやがってな。で、とうとう旦那の名を口にして。ゆだっちも。松蔵は湯から上がった。心臓が高鳴るのは湯に当たったせいではない。話を続ける虎屋に背を向けて、松蔵はタイルに座り込んだ。聞いて驚くなやつね。その大臣ってな、山本忠三郎だとよ。山本ってあの虎大臣？そうよ。世界大戦の契機でのし上がった大なり金だよな。虎大臣の異名を取る山本忠三郎の名は、松蔵も知っている。世界大戦は多くの成金を生んだが、山本はその極めつきだった。千年には朝鮮に山本聖子軍なる虎狩り部隊180名を遠征させ、34頭の獲物を仕留めた。以来、虎大臣の山本忠三郎といえば、道成金の久原房之助、船成金の山本亀三郎、妻御殿の内屋信也などと並ぶ、戦争なりきんの代名詞だった。なあ、どう考えたって俺なんぞの出る間かねえよ。そうじゃねえかい、つねえ。結構な話じゃないですか。それがどうして七面倒くさいんです？それがよ、知らぬいは泣く泣くこう言うんだよ。山本さんが私を引くと言ってくださったのは、借金も千円の頃の話です。ところが、そんな噂がたちまち広がって、いかに山本さんでも引くに引けないほどの追い狩りをしちまいました。とな、つまりはこういうことだ。あの虎大臣がいずれ知らぬいを身請けすると口にしたんだから、周りはたまらねえ。世間とクロアとがグルになって、たちまち知らぬいに5000円の借金を背負い込ませたってんだ。んなことは、生き馬の目も抜くて、吉原じゃ足りめえの成り行きで、果たしてその銭が本当に行き来したどうかは怪しいもんさ。だが、借主の知らぬいが世間の言うなりに証文を消えたことには違えねえんだ。さて、そうなるとあとは虎大臣の切れをってことになるが。五千じゃとても釣り合わん、ということですか。そうよ。クロワと世間の読み違えってことだよ。何艘の船を持とうが、朝鮮に虎大臣出かけようが、所詮なりきんはなりきんさ。太夫の引き方もわからねえ。ふっかけられりゃ願い下げ。なあねん、クロワの方は手下悪いやねえんだよ。さあ引くぞとも、引く前から旦那が口にするってな、太夫のこの先の稼ぎをひっくるめて、大盤振る舞いをしようってことだよ。少なくたって、吉原遊びの粋な御大臣なら、そのつもりで引くぞ引くぞと言い回るもんなんだよ。虎大臣ほどの旦那なら、5000円程度にはふっかけられても無理のねえ相場だと、俺は思うんだがな。で、虎大臣は話を水にしたというわけですか。まあな、5000円と聞いた途端に、異例とんとご無沙汰だとよ。おかげで知らぬいにゃ、にっちもさっちもいかねえ、借金ばかりが残っちまって。
七面倒くせえことになったってな。まあそういうことや。もういいよ、トラに。すいませんでした。ちっともよくはねえ。俺を田舎者の大臣と一緒くたにすんねえ。だってよ、5000円なんて銭いくら虎兄だって。おめえ、この虎兄には5000両が作れねえってそういうんだ。5000円ありゃ誰も盗っ人なんかしやしねえだろ。一生遊んでくれら。おい松子、この説教虎が伊達や水郷で都政を張ってるとでも思ってやがるのか。自慢じゃねえが、俺は貧乏人の米川ゼニア、たとえ一塁だって取ったことはねえぞ。だが、朝鮮組んだりで虎退治なんぞするって成金の腐れ手になる。たとえ5000が50万だって、今日の明日にも叩いてやる。つれ、話はもう滝の何やぶしじゃねえぞ。てめえも腹くくってもかかった船なら、手が引っかかり。虎屋は荒々しくカランの水をかぶると、当山の手拭いを肩からバサリとかけ、常次郎を引き連れて風呂から上がった。後になって常兄から聞いたんだが、え？表が妙に静かだが、雨かい？ああ、降ってきた。とっつぁん、どうしてわかるんだね。この道70年の盗っ人稼業、雨なんざ匂いでわかります。続けてくれよ、消灯になる。へい。後になって常兄から聞いたんですがね、今日の明日のとまではいかなかったもんの、ほんの10日の後、虎兄は常兄を連れて麹町の虎屋敷に押し入ったんだよ。おお、5000円の銭といや、10円札にしたって500枚の大事だから、常兄に手を貸せってわけで、二人は黒番店に墨染めの宝かぶりて、大江戸以来の盗っ人装束に身を固め、千坪はあろうかて屋敷の裏木戸を追っ外して庭に入った。屋敷の奥の間に、普段の虎帝人が羽二重の布団にぬくぬくと虎帝人の夢でも見ていたと思いねえ。やい、なりきん。闇から声が降り落ちて、寝ぼけ眼を開いてみりゃ、枕元に鹿革のなめし草履が二足、黒桃式の足元をたぐっていけや、平具家を腰の下にきりりと締め、墨染めの尻をはしょった放火ぶりの盗っ人が、ネズミ小僧でもあるめえにのっそりと立っているじゃねえか。こいつは悪い夢だと身を起こせや、盗っ人は低く笑いながら、夢でも芝居でもねえぜ。どうでモダンなもんだろう。腰を抜かしたトラデージンのまたぐらに総集門の二寸の出刃をドンと追ったて、説教虎はこう言った。やいなりきん。なりゃ盗っ人にせよ。何しよう、説教虎がこうしてやってきたのにゃわけがある。てめえ、達筆して中の言葉を知ってやがるか？知らねえ野暮にゃ教えてやろう。達筆ってな、すいた惚れたに意地を張るてえこって、達筆の聞かねえてめえみてえな野郎、東京じゃ野暮天の下世野郎てんだ。たとえお天道様は許しても、この説教虎は許しはしに。さあさあ、達筆の掛け取りで、耳を揃えて5000両、お見それしやしたと出しやがれ。さもなくば、てめえの面の皮ひんむいて、朝鮮土産の虎の横に並べてやるがの。絶対なら俺この通り、命ばかりはお助け。トラデジンはひとたまりもなく震える指で金庫を開けた。さすがは天下の戦なり金、バカでけえ金庫の中には5000円どころか何十万の銭がうなっていたそうだ。ところがトラ兄は別に締めた手風もなく、やいつね、5000円を勘定せ、これは盗みじゃねえ。
掛け取りだ。その上の銭は一輪だって用はねえ。へい。きっちり数えた5000円の札束を唐草模様の古式にくるんで首に回し、説教虎は捨て台詞に言った。いいか、ダリキン、世の中なんだって銭金でどうこうなると思っちゃあだねえぞ。この上赤っ端書きたくなきゃ、金輪際お歯黒ドバーを渡らずに銭せえ払えば文句の言わねえ罵酔女郎でも買うこった。なんぼの銭を持っていこうが、てめえのようなゲス野郎に大まがきの敷居はまだまだ高え。トラデー人は夢もうつつもわからぬまんま、ようやくの思いで言い返した。私はなんだかわけがわからんが、わけもわからず5000円を取られた日には寝覚めも悪い。せめてあんたが何の因果で私から金を盗むのか聞かせておくれ。トラ兄は畳に手ついてそう尋ねるトラデー人をさすが気の毒に思ってか、ため息交じりにこう言った。やれやれ、江戸の流儀を知らんばかりがシャレもわからん田舎もんか。ならばお大臣、3000世界の明けガラスがカーと鳴くまでによーく考えやがれ。いいか、因果といやてめえが虎なら俺も虎、同じ虎のよしみで押し入ったってこったや。そんじゃ邪魔したな、暴れよ。おーやー、時ならぬ喝采が沸き起こった。天切り松は嬉しそうに総合を崩し、肘を突っ張ったまま得意げに観客を見渡す。で、どうなったんだ姉さん、見事見受けか。まあそう先を急ぎなさんな。アメリカの映画でもあるめえに、世の中そうそうハッピーエンドってわけにはいきますめえ。そんなことは取った取られたて世間のしがらみをくぐり抜ける旦那方や兄さん方が一等よくご存知でござんしょうが、ハッピーエンドもそうねえが、大見え切ってお縄になるて芝居のうちもましてやねえのが人の世の常。話はいよいよ大団円へと向かいます。まあ聞いておくんない。天井を透かして夜の雨を仰ぎ見るように天切り松は細い首を伸ばした。4,000-5,000円の札を勘定し終えると、門海老の老子は証文の入った分厚い封筒を差し出しながら身深しげに尋ねた。ああ旦那もご奇特な方でござんすね。知らぬいに中学生の弟さんがいるってことは噂には聞いておりましたが、いかに義兄弟の間柄とはいえ耳を揃えて5,000円とは不足はなかろうが。へえ、それはもう。だがね、旦那、さっきから言っておりますように、知らぬいはあいにくの風邪っぴきで、この10日ばかりも寝たっきりですが。そら気の毒なこと。なに、あとは養生させっから心配すんぜ、うん。まあ、めでたし、めでたし。知らぬいもまあ、そういう次第だから、祝い方は何もできねえが、ようござんすね、旦那。かまわれ。さて、話が済みや他に用事はねえ。太陽はどこで？弥太郎に導かれて、虎屋と常次郎は御内省を出た。玄関の際の引き付けに、松蔵がちんまりと座っている。松子、姉ちゃんを迎えに行くぜ。松蔵は椅子から跳ね上がった。はしご段を登りかけて、弥太郎は暗い目を京町の十文字に向けた。車は、本当にいらねえんですかい？ああ、いらねえよ。大手を振って、お歯黒どぼを渡っていか。雨も降っておりやすが。冬の雨もおつじゃねえかい。知らぬ花魁の引け道にはもってこいで。はい。それなら、それで結構です。だとしても旦那、もう一遍念をしときやすが、銭を払っちまった後で、しのごのは一個なしですぜ。そら、こっちの言うセリフで。さあ、早いとこ案内しろい。姉は、
周り廊下をぐるりと歩いた3階のひたむきの小部屋に寝かされていた。いかにも角エビ好みの洋風の扉を開け、寝台に体を丸めたまま、みじろぎもしない白縫いの顔色を見た途端、虎屋は声もなく立ちすくんだ。諸生常が弥太郎の襟首をつかみ上げた。これはどういうことなんだ。ただの風邪引きじゃなかろう。医者には見せたのか。小部屋にはどんよりとした正気が立ち込めていた。人の気配に気づいて白縫いは血の気のない真っ白な顔を布団からもたげた。待つ姉ちゃん、そばに来ちゃダメだよ。うつっちま。お医者を、お医者を呼んでくれろ。こいつはスペイン風邪だ。姉ちゃんが死んじまう。スペイン風邪だかなんだか、そんなことは知ったこっちゃねえ。医者には見せたぜ。その医者が、じっと寝てる方が悪めって言ったんだ。お医者がサチを投げたんか。なんだってよ、姉ちゃん。なんだってこんなことになっちまうんだよ。な、姉ちゃん。姉ちゃん笑ってくれろ。俺らちゃんと5000円耳揃えて、姉ちゃん迎えに来たんだぜ。やめとけ。虎屋は真っ青になって拳を振り上げる常次郎を弥太郎から引き離した。死の子の言わねえのはこの野郎との約束だ。さあ待つこ、姉ちゃんをおぶってやんな。そこの買い巻きでしっかりくるんでおびあげてくれ。とにもかくにも知らぬよ、元のおさよに一気にしてやるんだ。トラさん、あんた。いやいやい、知らぬい。何水くせえことしやがるんだい。俺はこの八月の間、ぞっこんおめえに惚れ抜いたい。弟のなにわ節に付き合ったわけじゃねえんだぜ。道とせおいらに入り上げて直さぶらいでもあるめえに、いい年こいて三日と明けずの吉原がよい。あげくの旗は天下の虎大臣とたっぴいて、ようようおめえを競り落としたんで。いいかい知らぬい。いや、そうせ。俺は、どこぞのお大臣みてえに、伊達安京でおめえを見受けしようってわけじゃねえ。3000世界のカラスを殺し、主と遊びがしてみてえの一心で、こうしてやってきたんで。さあさあ、今日で今日は大手を振って、大門を出ていこうじゃねえかい。買い巻きにくるんで背負った姉の、鳥毛のような軽さに、松蔵は学生帽の唾を下げ、声を殺して泣いた。廊下を歩きながら、弥太郎は虎屋の機嫌を取り続けた。しかしね、興味旦那のような稲瀬なお人はそうやおりやせんな。お見聞きしたところ、どうとも堅気には見えません。さぞかし名のあるお貸元でござんしょう。むっつりと腕組みをして、虎屋は宝冠のような弥太郎の声を聞き流していた。はしご段の上まで来て、虎屋はピタリと立ち止まった。廊下にも踊り場にも、開花の引き付けにも、大勢の人々が哀れな白縫いを見送っていた。旦那、どうになさったんで？一つだけやり残したことがある。へえ、死の子のは言わねえお約束で。いや、死の子のは言わねえ。てめえに手間を払わにゃならんの。虎屋は巾着から手の切れるような十円札をわしづかみにつかみ出すと、弥太郎の鼻先に突きつけた。こりゃどうもいいんですかい。まったくもっていなせなお人だ。それじゃあついでにもう一つ俺のいなせっぷりを見せやろうかい。虎屋はいきなりはしご段の上から十円札を撒いた。あっと声を上げる弥太郎の首根っこを捕まえ、火の出るような原稿をその顎に見舞った。弥太郎はひとたまりもなく、はしご段を転げ落ちた。やいぜげん！耳かっぽじてよーく聞きやがれ！問われて名乗るもおこがましいが、仕立て屋銀次の左腕、目細の安吉が一家の頭といや、この説教虎を置いて他にあるべ！生きも稲瀬もあったりめえな。声もなく見守る人垣の中を、虎屋は懐手をさすりながら玄関に降りた。みぞれ混じりの冬の雨が京町の十文字を叩いていた。太夫、白縫さんと呼びかける高欄からの女たちの声に、
姉はもはや振り返る気力すらなく、松蔵の背で虫のように小さな息をつくばかりだった。虎に病院は吉原病院ならおめえこっちだろうが。うん、八、ありがとう、トラさん。あとは松が水くせって言ってんだろうが。ほら、心底おめえよ。ありがとう、トラさん。いつも寝かしつけてくれて。一遍ぐらい耐えてほしかった。松、こっちへ。行け、松。この先は、お前と姉さんだけだ。さあ、行けよ。だって、どうすりゃいいんだよ。行き先は、姉さんが知ってる。渡された蛇の目を姉の背に網蟹刺して、松蔵はあてどもなく歩き出した。真っ向から降り注ぐ雨が偽りの学帽の唾をたたいた。一歩ごとに姉の体は重みを増した。うなじにかかっていた息が細くなり、背中を打つ鼓動が遠い花火のように小さくなった。姉ちゃん、姉ちゃん死んじまうんか、おっかちゃんのところへ行っちまうんか。おいらは一人に死ねえでくれろ。なあ姉ちゃん、おいらちゃんと勉強するし、中学出たら一高に行って帝大にも行って、丸の内のお堅い勤め人になるから。間違ったって、おいら爆撃討ちになったり盗っ人になったりなんかしねえから。なあ姉ちゃん、姉ちゃん約束すっから。ほらないもんね、お歯黒どもを渡るぜ。そしたら車屋に寄って、車に乗ってどこへ行けばいいのだろうと松蔵は思った。下や車坂の生まれ長屋に行こうと当然のように考えていたのはなぜだろう。そこにさえ行けば父母が昔のように待っているような気がした。二人に帰る家がないことを松蔵は初めて知った。大門を抜け五十軒町の石畳をたどる頃、姉は虫の息をかろうじて声にした。右衛門坂からまっすぐに堤を登っとくれ。美濃あの汽車道の下まで。そこにお医者がいるんか。もういい、もういいよ、まず頑張って。レモン坂の中途で姉はずっしりと重くなった。姉ちゃん、姉は死んでしまった。松子の言葉が耳から離れなかった。姉はきっと自分の嘘を知っていたのだろうと思った。頑張って、おそらく姉はもう嘘はいいから頑張って日本一の盗っ人になれと言おうとしたのだろう。頭の中は空っぽになっていた。松蔵は黙々と日本堤に登る右衛門坂を歩いた。待って、待って、おまちゃん。振り返ると孝太郎が石畳をずぶ濡れになって追ってきた。今
んが身請けだって。どうしたの？おめえなんかあっち行ってろ。なんだよ、まっちゃん。おめえなんか、おめえなんか知らねえ。みんなして、おめえらみんなして、姉ちゃん殺しやがった。車の子なんか俺大嫌いだ。ののしりながら松蔵は蛇の目を風の中に投げ捨てた。幸太郎は外の中途に根の生えたように立ちすくんでしまった。心からそんな風に考えたわけではない。松蔵は善意に当たるしかない自分を貧しいと思った。大勢の人が心を砕いてくれた。だがいざとなってその人たちに唾を吐く自分は骨の髄までの貧乏人だ。レモン坂を駆け上り、二本包の見返り柳の下に立つと、山や堀には天の崩れるような牡丹雪が降っていた。雪は一服の帳を吹くように、松蔵が見返るそばから右衛門坂を下り、五十軒町の石畳に覆い、そそり立つ吉原の間垣をしらじらと包み込んでいった。ごめんね、ばあちゃん！管理してください！この通りです！できる管理と、できない管理があると思うけど、どうか、管理してください。ごめんなさい、まっちゃん。幸太郎は慶応の丸棒を抜いて、石畳に土下座をした。帽子を雑巾のように握りしめて、石の上にガスガス止まる、坊主頭を打ちつけた。言葉を返す勇気が松蔵にはなかった。唇を噛みしめてうつむく松蔵の頭上に、その時ふと、コウモリ傘が差し掛けられた。おやおや、どうしたと言うんだろう。一中生が仏さんを背負って。顔を上げると、山高帽に付録コートを着た紳士が立っていた。丸い眼鏡をかしげて、男は姉の死に顔を覗き込み、坂下の幸太郎に目を向けた。これは角エビの知らぬい花魁じゃないのかね。それにあれは左文字の御曹司。はてさて、なんだか小説でも読んでいるようだが。幸太郎が立ち上がってペコリと頭を下げた。こんにちは、永井先生。いや、ごきげんよう、並木くん。一体どうしたことだね、これは。誰だよ、おっさん。これは申し遅れた。私は永井というこの辺りの遊び人だ。遊び人のおっさんなら、教えてくれろ。姉ちゃんが、右衛門坂からまっすぐに、隅を登って、美濃輪のくしゃ道の下まで行けば、お医者があるって。どっちに行きゃいいんだ？君、家はどこだ？そんなものねえよ！じゃあ、お墓は？そんなものもねえよ！なるほど。だったら、お姉さんのおっしゃった通りになさい。この包みをまっすぐに登っていけば、美濃輪の高架線の下に、浄観寺という寺がある。そこに行けば、年頃に供養して、手厚く葬ってくれ。おいら銭がねえんだけど。そんなものはいらない。もし坊さんに尋ねられたら、長井家風の知り合いだと言いなさい。そこ、投げ込み寺なんか。そんなことはどうでもいいじゃないか。
生まれては句会、死しては上官事。別にお嬢ではなくとも、人は皆似たようなものだよ。つまらぬことにこだわってはいけない。さあ、行きなさい。紳士はほのかに香水の匂う手で、姉のうなじを支え上げ、そっと背を押した。優しい力に抗って踏みこたえると、やり場のない怒りが体中から溢れてた。松蔵は不幸の重みを背に支え上げたまま、見しろぎもできずに、ただ声を枯らして泣いた。しばらく見守った後で、紳士は松蔵を覗き込むように長身をかがめた。泣くばかりでは何も変わらない。嘆くだけなら犬にもできる。ならどうすりゃいいんだよ。教えてくれよ。おっさんも先生なら、どうすりゃいいのか教えておくれよ。歌を歌いなさい。歌うことは人間にしかできない。おいら歌なんて知らねえもの。学校に行ってねえから、いろずに悪格も、お友達やさも、昇華も芸か、何も知らねえよ。紳士は白いため息をついた。不意に雪の中から甲高い歌声が上がった。見返り柳の下に気をつけをして、幸太郎が大声で歌い出したのだった。カチューシャカオイヤ、別れの辛さ、せめて淡雪溶けぬまと、神して覚えたじゃないか。それはいい。商家や軍家よりもずっといい。さあ、君も歌いなさい。カチューシャかわいいや、別れのつらさ、カチューシャかわいいや、別れのつらさ、つらい別れの涙の暇に、大勢の人が一緒に出てくれるように振り姿を見せて、まっすぐに歩き出して、また一人見知らぬ人が自分を救ってくれた歩きも、辺りの静を揺るがすほどの合唱が自分を押し包んでいるような気持ちになった。
やがて包みが古風な並木の街道に変わるあたりまで来ると、小高い汽車道の下に胴吹きの屋根が見えた。体をゆすって姉の背に降り積もった雪を払い落とす。よかったな、姉ちゃん。おいら、なんもしてあげられねえけど、お寺に帰れるってさ。おっかちゃんよりは、幸せだな、姉ちゃんは。姉のぬくもりがすっかり失われてしまうまで、松蔵は降りしきる雪の中に立っていた。じゃあもうこれでよかろうがい。この岸母人のお守りは知らねえうちに学生服の胸ポケットに入っていやがった。今にして思うんだが、その後俺を遅く際に過ごさせてくれたのはありがてえお札じゃなくって、俺を思う姉貴の一年なんだろうよ。話が終わっても人々は金網の際を離れようとはしなかった。さあ、またの機会ってこともあるから、今日のところはこれで勘弁しておくね。積もる話はまたいずれいくらだって聞かせてやるからよ。雪に変わるかもしれねえ。降るんなら降ってみんな真っ白に染めちまえばいい。もう思い出すこともねえ。千切り松は雪の降り積んだように白い坊主頭をもたげると、遠い目を少年のようにしわたたいた。